皆さん、こんにちは。YouTube をご覧の皆様、そしてご登壇の皆様、お待たせいたしました。時計は13時を回ったところです。皆様、いかがお過ごしでしょうか。さあ、それでは、ただいまより、全国中小企業クラウド実践大賞全国大会をスタートいたします。今年の10月に実施されました地方大会を勝ち抜いた企業12社が本日最終プレゼンテーションを行い、総務大臣賞をほか様々な賞を獲得するべくお集まりいただいております。私は本日司会を務めます藤川由紀と申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは開催に先立ち、主催者であるクラウド実践大賞実行委員会の一般社団法人クラウド活用地域 ICT 投資促進協議会副理事長伊藤隆よりご挨拶およびクラウド実践大賞の趣旨説明を申し上げます。伊藤さん、カメラオン、ミュート解除をお願いいたします。ただいま紹介に預かりましたクラウド活用地域 ICT 投資促進協議会の伊藤でございます。ちょっと団体名長いですが、通称クラウディルと覚えていただければと思います。本大会の主催者を代表いたしまして一言ご挨拶申し上げます。まず最初にクラウディルの紹介をさせてください。クラウディルは2015年12月に設立された一般社団法人です。地域中小企業の ICT 化、クラウド化を推進する目的で総務省様のご支援のもと活動を開始いたしました。主な活動としては、全国各地でのセミナーの実施、ホームページでの事例の紹介などを通してクラウド化の啓蒙活動を行っております。全国クラウド実践大賞は今年で4回目の開催となりますが、日本商工会議所様はじめ、太字でハイライトさせていただいている公的会員の皆様とともに、実行委員会を編成し運営に当たっております。またその中でも実務上の運営は日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、通称 JDX 様にお願いをしております。次お願いいたします。さて、それではここで全国中小企業クラウド実践大賞の流れについて説明させていただきます。まずは自己宣言です。クラウドサービスを活用し、収益力向上、経営効率化に取り組まれている企業に、まずは自己宣言をしてもらいます。次に自己宣言をいただいた企業の中から、いくつかの評価項目で基準となるレベルを達成されている事例をモデル事例として認定いたします。その中で希望者は実践大賞地方大会に参加することができます。さらに地方大会を勝ち抜き、全国大会に参加される事例を優良モデル事例と認定し、全国大会で総務大臣賞をはじめとする各賞を目指して発表いただくという流れになります。次お願いします。こちらは昨年の大会の記録となります。昨年はコロナの環境ということもあり、地方大会は登壇者、審査員及び一部の関係者は会場にお越しいただき、オーディエンスの皆様にはオンライン配信をするというハイブリッド型で実施いたしました。自己宣言をいただいた企業は合計57社、地方大会参加は38社でした。全国大会は完全オンラインでの開催となり、10社に登壇いただき、株式会社桜コミュニティサービス様が見事総務大臣賞を受賞されました。本年も10月に全国5カ所で完全オンラインという形態で地方大会を開催いたしましたが、例年にも増して非常にクオリティの高い事例が多く、審査員も選考に非常に苦労することとなりました。こうした激戦を勝ち抜いた12社が今回全国大会に進出されました。本日も素晴らしい事例の発表を楽しみにしております。簡単ではございますが、主催者の挨拶並びに大会の趣旨説明をさせていただきました。ありがとうございます。伊藤さん、ありがとうございました。
それでは続いてのスライドお願いできますか。全国大会に出場する登壇者をご紹介いたします。前半の6社です。北海道総合通信局長賞を獲得した総合電業株式会社管理部今野様、審査員特別賞を獲得した常善建設株式会社管理部 IT 情報システムマネージャー和田様、九州総合通信局長賞を獲得した株式会社村ネットワーク常務取締役大和様、四国総合通信局長賞を獲得した千葉化成株式会社代表取締役美馬様、近畿総合通信局長賞を獲得した日本作り出す株式会社代表取締役角野様、東海総合通信局長賞を獲得した朝日鉄工株式会社代表取締役社長木村様。続いて後半の6社です。沖縄総合通信事務所長賞を獲得した今井パン合同会社代表今井様、北陸総合通信局長賞を獲得した株式会社野戸島マリンリゾート代表取締役社長坂下様、中国総合通信局長賞を獲得した株式会社太陽都市クリーナー代表取締役森山様、関東総合通信局長賞を獲得した NPO 法人ニーザ子育てネットワーク代表理事坂本様、信越総合通信局長賞を獲得した株式会社翼公益社代表取締役篠原様、そして東北総合通信局長賞を獲得した東北コピー販売株式会社代表取締役高橋様、以上全12社の皆様にプレゼンを行っていただきます。さあ、ここからどんな午後になるんでしょうか。ヒートアップが予想されますが、それではトップバッターの方に、はい、お出ましいただくんですが、その前にプレゼンテーションの流れをご紹介いたします。プレゼンテーションは1社10分です。持ち時間の中でクラウドを活用し、自社がどれだけ収益力向上、経営効率化できたかをプレゼンテーションしていただきます。続いて審査員のご紹介です。ご覧の9名の皆様による審査となります。主催者の構成員、中小企業のデジタル化の専門家、共済団体の職員が審査を担当いたします。審査員の皆様、本日はどうぞよろしくお願いいたします。続いては審査基準についてのご紹介です。審査員による審査は、有用性、浸透度、意義、展開性、そして熱意の5つの観点から審査を行います。これらの審査をもとに、総務大臣賞をはじめとして各賞を決定いたします。さあ、そしてご覧の皆様、ぜひご参加いただきたいです。皆様と共に作り上げていきたいと思いますので、どうぞざっくばらんにご意見を、こちらかな、ぜひチャットにお書きください。笑顔が良かったですとか、プレゼンとっても良かったとか、いいね、そんなことでも結構です。本当に皆様喜びますので、気軽な一言、ぜひお願いいたします。さあ、それではプレゼンテーションに移りましょう。トップバッターの方はこの方です。社員のわがままから始まった30人30通りの働き方改革の実現と題して、北海道総合通信局長賞を獲得した総合電業株式会社管理部今野様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。本日は、社員のわがままから始まった30人30通りの働き方改革をテーマにお話しさせていただきます。まずは、会社紹介です。総合電業株式会社です。所在地は北海道帯広市にあり、事業内容は
電気工事を中心とした事業を行っております。設立は1956年の7月、創業65周年を迎える会社です。私たちは10代から80代の幅広い世代で構成された約30人で運営しております。そしてタイトルにあった社員のわがままを言ったのは本日発表している私でした。今野真奈と申します。販売職から総務事務員に、犬のために定時帰りの会社に転職しました。なので IT 経験は特になし、趣味は溺愛している愛犬のちゃちゃまると過ごすことです。そんな私たちがなぜクラウド化をすることになったのか、きっかけは約3年前の2018年秋、私はいつも通り定時に急いで自宅に帰りました。すると部屋の窓を見上げてみると、暗闇の中で私を待つ犬。ここで思いました。ちゃちゃまるは幸せなのだろうか。いくら定時で帰れるとはいえ、約9時間は一人ぼっち。おやつも食べられなければお散歩にも行けません。どうしたらいいんだろう。そこで考えてみました。犬をもっと幸せにしたい。さらに仕事は頑張っていきたい。そうだ、在宅勤務がある。そこで絶対に必要なのはクラウド化。クラウド化に必要なツールをたくさん探してみました。すると素敵なサービスを発見したのです。サイボーズ社が提供しているキントーンというツールでした。誰でも作れるノーコードツールで、さらに業務改善の事例もたくさんある。そしてクラウドシステム、会社のみんなの業務を改善していき、クラウド化していくと、在宅勤務をする環境も手に入る。キントーンを導入すれば、みんなで幸せになれるのではないか。そう確信し、張り切って現状の業務の課題を探しに行きました。すると、よく聞こえてくるフレーズがありました。工事のことは担当者に電話して。工事の情報は担当者の頭の中のみ。30人30通りの業務フローで超属人化していたのです。さらにシステムを変えようとしていると噂が広まり、声をかけられるようになりました。もうシステムは変えないで、なぜそういうのか聞いてみました。すると社長一人のシステム担当者で、各業務のみに特化したバラバラのソフトが導入されていました。その中でセールスフォースも導入されていたのですが、現場は使いこなせずにシステムアレルギーを引き起こしていたのです。社長は良い会社を目指してシステムを導入しているのに使ってもらえない。現場は工事に集中したいと変化を嫌い、全員が自分の世界しか見えていなかったのです。しかし私たちはクラウド化に成功しました。そのポイントを3つご紹介いたします。まず1つ目は目的を統一すること、2つ目は雑談を行うこと、3つ目はそれをクラウド化で実現していくことです。このクラウド化の前2つのポイントですが、3段階に分けて行っていきました。まずは1人システム担当者だった社長と話してみたのです。すると目的が一緒だということが分かりました。社員の幸せのために働き方を改善していきたい。そのためには脱属人化が必要。そしてもちろんお客様の対応力もアップしていきたい。この3つを支えるために正確で迅速な経営情報が欲しい。ここで社長と雑談をすることで仮の目的を作成していきました。しかし目線が1つ足りません。現場の視点です。そこでシステム移行プロジェクトと題し、自由参加で目的から導入について雑談をしていきました。そしてここで作ったシステムは、みんなで雑談しながら楽しく使っていきました。ただの導入説明会だけではなく、ワークショップも一緒に開き、問題を解決できるか一緒に体験雑談していったのです。そして作り上げていった3つ目のポイント、クラウド化の事例をご紹介していきます。もちろん先ほど紹介したキントーンを使っていったのですが、素敵な連携サービスも活用していきました。そこで行っている業務は、
見積もりなど専門のソフトを使っている業務以外はほぼ均等で管理しています。実際に案件工事管理をご紹介します。今までは1枚の紙にみんなで手書きで書き込んでいました。これを均等アプリ化していきました。使いやすいような工夫もたっぷりと入れています。業務フローを図解したり、改善の履歴を表示、誰もが入力しやすいシンプルな入力画面、さらに担当者が誰か分かりやすいステータス管理機能や、見積もりを出してから1週間後などにその後の様子を確認できるようなリマインドをしてくれる機能などを作成していきました。このアプリでまずは情報を誰もが見れる場で管理することをしてみました。すると今までアドバイスをもらったことがなかったベテランの社員から、その工事得意だよ、一緒に行こうかと声かけが生まれました。見えるようになるとチームワークが生まれたのです。さらにデータが溜まっていくことで、あの人忙しそうだなという感覚から、どのステータスで何件誰がどこまで忙しいのかというのが見えるようになり、さらにアイデアもチームワークも生まれました。そのアイデアをさらに改善していき、クラウド化を進めていったのです。この案件工事アプリからも、契約書、外注費精算、原価計算、請求書の機能を追加しました。この中からは一つ、外注費を紹介いたします。外注費は協力業者さんが高齢の方も多く、こちらで請求書を代理で発行しています。今までは手書きの複写式伝票、それを転記して Excel で集計、また過去の情報や契約情報を参考には作成しているんですが、それを探すのが大変でした。しかし、均等アプリ化することにより、外注先名を入力するだけで過去の支払い情報が分かったり、工事の情報も連携しているので、契約情報も表示されます。そして、自動で集計し、明細書を発行できるようになっていたのです。そして、このようにアプリを増やすことによって、原価管理もできるようになってきています。均等上にデータが揃っているので、日報の情報、外注費の情報、請求書での支払い情報、この情報を毎日自動で集計し、原価管理を更新しています。このように業務改善とクラウド化を進めていき、3年間でアプリを148個、スペースは61部屋を作っていきました。そして私たちはクラウド化によって、一人でどうにかしていた30人30通りの業務フローから、30人で協力し合う一つの業務フローになっていったのです。そして具体的な導入効果です。一つ目は、なんと年間1000時間も削減。経費も400万円を削減することができました。そしてなんと、風土が変わったのです。現場からアイデアが出てきて主体的になっていったり、30人30通りの人事制度も確立されました。この人事制度は代表的な3つをご紹介します。1つ目はスポーツ支援制度。外部のスポーツクラブに属している社員には有給プラスで5日、活動費も5万円補助。さらに、犬連れ出勤制度。犬を会社に連れてきてもいいよという制度です。そして、在宅勤務制度。自宅で仕事ができる人事制度も出来上がりました。このようにして、いろんな社員のわがままが叶うようになっていっているのです。ここで、在宅勤務ができるようになったということは、今皆さんが一番気になっている、あの暗闇で一人ぼっちだったちゃちゃ丸は幸せになったのかどうかです。3つの指標で答えします。なんと1年間で散歩距離は2080キロも、写真枚数は2300枚、一緒にいる時間はなんと3ヶ月も増えたのです。そして話を戻しますが、この先の予定です。総合電業メンバー、お客様、協力業者、みんなが幸せになれる会社を目指して、業務改善とクラウド化を今後も進めていきます。本日、最後に伝えたかったことは、あなたのわがままがクラウド活用の種になります。私もこんな風に働きたいな、もっとこうしたら仕事楽しくなるのに、というわがままこそがクラウド活用の種になります。そのわがままを実現していくときに今日の話が参考になると嬉しいです。ありがとうございました。
近野様ありがとうございました。ちゃちゃ丸くん幸せになってよかったですね。総合電業株式会社さんは会社を人生道場とするね、人材教育熱心な会社と歌ってらっしゃいますから、本当に社長との雑談とか皆様の雑談との中から生まれてきた素晴らしいアイデアがたっぷりご紹介されていました。ありがとうございました。総合電業株式会社さんでした。ありがとうございます。さあ続きましては、敷居は低く透明性は高く、スモールスタートから始める DX と題して、審査員特別賞を獲得した常善建設株式会社管理部 IT 情報システムマネージャー和田様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。会社の和田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。敷居は低く透明性は高く、スモールスタートから始める DX というテーマで弊社のクラウドを活用した DX の取り組みを発表させていただきます。弊社は和歌山県和歌山市に本社がある建設会社で、今年で29年目を迎えます。主な事業内容は、和歌山市を中心にマンションや工場など大型物件から店舗、一般戸建て住宅まで建築・建設をしております。そして建設事業だけでなく、宅地開発や店舗開発コンサルティング、福祉施設開業コンサルティングなど、人々の暮らしを支える事業を幅広く展開しております。建設業界の社会的背景として、まずは今後の労働力の減少が挙げられます。2025年には技能労働者が全国的に約130万人不足すると予測されています。この数字は建設業に携わる約3分の1の職人さんがいなくなるということを表しております。人材不足問題の主な要因は、ワークライフバランスが保たれていないことで、若い労働力の業界離れが深刻化しており、建設業界は生産性の向上が求められています。弊社の現状と全国平均を比べてみると、一見全国平均と相違ない結果でしたが、相対的に比較してみると、平均年齢と41歳以上の全体に占める割合がともに全国平均値以上で進行しており、人材の空洞化が顕著に現れた結果となりました。この問題を解決すべく、私たちは真剣に意見を出し合いました。社会情勢には、働き方改革や BCP 対策と新型コロナウイルス感染対策も同時に行い、安心して業務を遂行できる環境構築が必要であると結論付けました。その結果、パラダイムシフトをし、DX 業務環境で若い担い手を迎えようと全社を挙げ取り組むことになりました。DX 業務環境を構築していくにあたり、アプリケーションの選定に対し、こちらの4つのコンセプトを掲げました。シェア、セキュリティ、スピード、ストレスフリー、そしてエニワン、ボックス、スラック、この3つのアプリケーションを掛け合わせ、最小限で最大の業務効率を追求する方針で取り組みました。当初から複雑な仕組みにしてしまうと、抵抗感で
全社員に定着するまでの時間がかかりすぎる懸念もあり、従来の業務と比べ大きく変わらず負荷がかからないシンプルな仕組みになるよう心がけました。業務の属人化、情報共有の活用格差をなくす統一のプラットフォームが必要と考えました。大型物件と戸建て住宅の業務管理方法が異なっているため、一つのシステムで管理することが困難と考えていましたが、エニワンの採用でこの問題は払拭できました。工夫すれば不動産顧客情報も管理が可能です。またエクセルとの親和性が非常に高いため、マイクロソフトのパワー BI で現状分析、最新の情報で KPI や契約率など多角的に可視化することができます。全員で情報共有したことでデータ量は一気に倍増し2倍、通信データ量は約4倍になり、これは随時生きた情報が動くようになった結果です。感染の主な原因であるウイルスが添付されたメールを開くことを防止するため、社内間のメールを禁止しました。スラックをメインの業務通達ツールとし、ボックス利用と合わせて感染経路を断つことにしました。感染拡大経路であるネットワークスキャンを廃止し、直接ボックスの指定ホルダーへスキャン格納する方式を採用しました。セキュリティリテラシーを意識することなく運用できるように考えました。特に効果を発揮した仕組みはワークフローシステムです。弊社では一般的な出来上がったワークフローシステムの採用ではなく、ボックスの標準機能であるボックスリレーで運用しました。現在我が社の社内情報共有の核となっているスラックとの連携で、承認依頼アナウンス通知から処理までの時間短縮を実現しました。方法はマイクロソフトパワーオートメイトの RPA を使い、ボックス内の特定ホルダに申請書が格納されれば、その承認者に対し自動でスラック通知を発信する仕組みです。ではフローを簡単にご説明させていただきます。まず申請者が申請書を作成し、申請ホルダに格納します。格納と同時に承認者へスラック通知が送信されます。承認者はその通知をトリガーにボックスを開き、内容を確認し承認判断を行います。承認の場合、自動で申請書は承認ホルダに格納され、同時に経理部へ承認結果のスラック通知が送信されます。その後は経理部が処理済みホルダーへ格納すると同時に、申請者に対し承認完了が通知されます。仮に承認者が非承認の判断をした場合、即座にダイレクトメッセージとともに申請者に差し戻し通知され、自動で差し戻しホルダーへ移動します。この流れにより、従来の紙ベースの場合、申請から完了まで最短でも2日かかっていましたが、10分で承認完了となりました。この応用でファックス受信もボックスを介してペーパーレスでどこでも確認できます。 DX 業務環境に移行する前は全て紙ベースや電話のみで作業を行っていたため、作業ミスや不備があった場合、修正作業で情報を集めることが難しく、各担当者へ電話し関連資料を提出してもらっていました。情報が集まるまでに時間がかかって、他の業務に影響が出てしまい、毎日の残業が平均2時間は発生していました。現在の業務環境ではデジタル化し、情報を共有したことによって作業ミスが減り、仮にミスがあった場合でも迅速に処理ができるようになったことで残業が減りました。休日出勤もなくなったことから、休みの日は楽しく過ごせるようになりました。ご覧いただいた通り、スモールスタートモデルとして順調に稼働しました。しかし現状に満足することなく、今後は若い担い手の新規業務として MA を導入、インサイドセールスや BI 等の業務を追加し、さらなる会社の
事業領域拡大、発展を目指します。若い担い手のために始めたことがきっかけでしたが、現職の社員たちが率先して活用を始めたことで、 DX 推進責任者の私としても嬉しい結果となりました。社員の皆さんが心から会社の将来を考えており、一生懸命今できることに取り組もうとしたことが、この成果をもたらした最大の要因と考えております。今後は若い人たちの笑顔があふれ、先輩社員たちと強いメンバーシップを築いていく、人と人をつなぐ DX を志し、発展させていきたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。和田様ありがとうございました。ですね、もう仕事があっても人がいないという、もう最前線の、ところにいらして、そこへ DX を取り入れたというケースですよね。常善建設株式会社さんは1993年創業ということで、これから和歌山でコンサルもされている会社ですから、どんどん DX を広めていくんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。さあ、続きましては野菜の受託加工における自動見積もりシステムの導入による DX の推進と題して、九州総合通信局長賞を獲得した株式会社村ネットワーク常務取締役大和様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。株式会社村ネットワーク常務取締役の大和遥です。本日は野菜の受託加工における自動見積もりシステムの導入による DX の推進についてお話しさせていただきます。弊社株式会社村ネットワークは、平成17年に設立した野菜や果物の加工販売業者です。弊社の経営状況ですが、現在主に4つの事業を運営しており、売上比率が飲食店事業 45%、 業務用カット野菜事業 45%、 ベジマリ小売事業が 3%、 受託加工事業が 7% となっており、経営課題の一つに売上比率の偏りがあることが挙げられます。また工場の稼働率は3月から8月の間が低くなっており、時期によって偏りがある状況です。つまり、経営課題として、1、売上比率の平準化と、2、工場の稼働率を平準化することが挙げられます。そこで、先ほど挙げた2つの課題を解決するために、弊社は、受託加工事業をもっと拡大しようという発想になりました。物を販売するのではなく、技術、設備、経験を販売しようという発想です。しかし新型コロナウイルスの影響で思うように営業できない、加工の問い合わせ対応に時間を費やす割に制約率は良くないという課題が生まれました。つまり、受託加工事業を非対面型で営業でき、問い合わせ対応をしてほしいと考えるようになりました。そこで、商工会の伴走型支援を活用して、この課題解決策について専門家を派遣していただきました。その結果、デジタルを取り入れようという流れになりました。具体的な取り組みとしては、ステップ1、ホームページに LP という形で営業させること。ステップ2、自動見積もりシステムを作成し、導入すること。これが改善前のページです。受託加工ページは元からありましたが、具体的な説明は掲載していませんでした。ここからは
実際のページをお見せしながら説明したいと思います。こちらが改良した LP ページになります。弊社のホームページは中小企業で多く使われているワードプレスを採用しております。 LP ページでは受託加工というサービスについての説明、このサービスのターゲットは誰か、具体的にどんな加工ができるか、弊社の優位性は何か、そして具体的な事例の紹介などを入れ込むことでホームページに営業させることが可能になりました。次に自動見積もりシステムです。こちらが自動見積もりシステムのページになります。まず加工したい食材を選択します。加工実績のある食材が表示される仕組みになっており、加工実績が増えれば管理画面で簡単に更新し、それがページに反映される仕組みになっております。次に加工方法を選択し、持ち込みたい原料の重さを入力し、持ち込み原料の特徴がある場合はそちらも追加で選択すると、加工にかかる費用が表示される仕組みになっております。この価格にご納得いただける場合は仮申し込みフォームに移るということができる仕組みになっております。このような仮見積もりフォームを導入することで問い合わせ対応の手間を省き、かつより制約率の高い見込み客とのやり取りができるようになりました。この仮見積もり情報はデータとして蓄積され、また社内で Google のクラウドシステムであるスプレッドシートで瞬時に共有できるものとなっております。しかしホームページをいくら作り込んだところでホームページに来ていただく機会がないと営業にはなりません。そこで DM を作成し配布することでホームページに誘導しました。そしてそのアクセス状況を Google Analytics で追いかけながら分析し、次の戦略につなげております。結果としては売上比率は 7% から 17% になり、工場の稼働率は 17% から 85% に増加しました。自動見積もりシステムの利用件数は今年の5月から現在までで330件あり、その件数の見積もり作成の手間を省くことができ、効率的に制約につながっています。今回弊社が実践したクラウドを活用した取り組みは次の3つです。1つは LP ページの導入、2つ目は自動見積もりシステムの導入、3つ目は Google スプレッドシートの導入による社員間の情報共有です。今回クラウドシステムを導入するにあたり、一番の課題は自社で運用できるかということでした。そのため既存のホームページを改良し、手軽に更新できる作りにすることにより、運用がスムーズに行えました。想像もしていなかった新型コロナウイルスという状況下になり、自由に営業活動できない中で、それでも売上獲得することは企業存続のために必要な課題でした。その課題を専門家の助言を受け、デジタルを活用することで効率的にうまく乗り切ることができたと実感しています。終わりになりましたが、今後もデジタルをうまく活用し、時代に合ったスタイルで柔軟に対応していける企業を目指していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。大場様、ありがとうございました。
いいですね。エコバッグ政策を機に DX を考え始めたというのもあのブログで拝見しました。もっと野菜をに応えるというね、あのこれからもどんどん頑張っていこうというのが伝わってきましたね。そして、今たった入りました情報によりますと、もうコメントが来ています。ホームページに営業させるという考え方、とても勉強になります。そうそう、ホームページに営業させる、いいですね。まさに DX ですね。はい、ありがとうございました。皆様このようにコメントぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。さあ、以上株式会社村ネットワーク大場様でした。続きまして4社目の方になります。アナログ管理からの脱却、製造メーカーの常識を変えた DX 推進と題して、四国総合通信局長賞を獲得した千葉化成株式会社代表取締役美馬様にご発表いただきます。よろしくお願いいたします。それではプレゼンテーションを始めさせていただきたいと思います。画面を共有いたします。アナログ管理からの脱却、製造メーカーの常識を変えた DX 推進、千葉化成株式会社、千葉化成株式会社と申します。設立は昭和34年、今年で64周年の会社になります。従業員数は308名です。製造の拠点は徳島に2カ所ございまして、その他に東京と大阪と名古屋と福岡と青森、計7拠点の事業所を持っております。関連会社としまして福岡ポリ株式会社、それと青森県に三新放送株式会社を2021年8月にグループ化しております。事業内容としましては、このようなポリエチレンの原料を仕入れてきまして、このような工程を経て、ポリエチレンのフィルムを作っているメーカーでございます。商品のラインナップはこのような形になっております。弊社の強みとしまして、まず一番目としまして、原料をですね、グローバルに仕入れてきて、出荷まで一元管理をしております。第2番目としましては、オンリーワンの独自の商品を開発・販売しております。第3の強みとしましては、2万点を超えるお客様の商品のラインナップを、持っており、柔軟に対応しております。この右の方が売上の推移になります。2010年からこのようにですね、平均 5% の売上を拡大を、しております。このように順調に見えるんですけれども、2014年の千葉化成の、状態をここに示しました。機械への投資はかなり行っていたんですけれども、ソフトへの投資が2014年ぐらいまではですね、ほとんどしていなくて、IT 化が進んでいない状態でした。また、個別管理による業務の属人化が、顕著でありまして、作業効率の低下、生産性の低下がですね、非常に問題となっておりました。そのため、残業休日が多く、状態化しており、離職率が増加するという、この悪循環が発生していました。これではいけないということで、クラウドを利用して情報の一元化を行い、業務の効率化を行おうというのが2015年に決意したことでございます。じゃあ始めてみましょうということのところで、システムのですね、どんなものを構築したらいいのかというのを漠然と書いたのがこのような図になります。クラウドにですね、一つのデータベースを持ち、そのデータベースに対してですね、VPN を張った各拠点からこのようにですね、どん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 データを掘り込んでいって、ここに全部のデータを集約してしまうと、製造もすぐこういうふうにリアルタイムに入れてですね、リアルタイムの情報を一つのクラウドのデータベースにしてしまったら、すごく効率よくなるんじゃないかということを考えました。それからですね、ですけど前に進まなきゃいけないということで、じゃあできることからやっていこうということで、現場の製造リーダーが現場のラインの方に対してですね、このようなですね、手書きのラベルを1日100枚書いて個人に渡して指示をしておりました。これが非常に手間がかかって時間がかかりすぎということで、まずここをデータベース化してみようということから始めました。このような情報をすべてデータベース化して、ラベルプリンターに出力することにしました。初期の社内機関システム誕生とありますけれども、これが当初のメニュー画面です。
たかだかこんなものです。システムの発注金額はわずか30万円でした。製造リーダーの作業あたりがですけど、この自動でですね、ラベルを出すことによって4時間も削減することができました。これはすごい便利だぞというふうに社内で話題になったのが2015年の話でございます。じゃあもう少し進んでみようということで、営業がですね、製造指示書をですね、各工場にですね、送る際に、こういう紙の指示書を手書きで書いてファックスをしておりました。これはですね、指示書が紛失したり、管理が煩雑で、社内の効率化の大きな障害になっていました。これをですね、営業がデータベースしたフォーマットにですね、打ち込んで、このような一覧にして、管理できるようにしました。これでですね、発注書が自動作成できまして、非常にリアルタイムに更新もでき、非常に情報の共有化にすることができました。で、営業も参加してきたものですから、当初のこのような初期システムから少しボタンが増えて、このような形になりました。これもですね、すごく便利だぞというふうに社内で話題になりました。それが2016年の話です。この頃からですね、まあ、私たちの作業もですね、システム化すれば、もうすごい効率でよくできるんではないかという声が社員から出始めます。じゃあ、どんどんやってみようかということになりまして、今度は総務課からの要望をやってみようということになりました。現場からのですね、その製造の状況というのは、こういうノートで毎日毎日終わった後に総務課から受けて、報告を受けておったんですけども、このノートがないと状況がわからないと、問い合わせですぐに対応できないという問題がありました。で、それをですね、オペレーターさんが全部こうリアルタイムで作業が終わったら、データベースに打ち込んでいくということで、このようにですね、進捗状況は一覧することができ、すごく、進捗状況がリアルタイムで確認できるようになりました。じゃあまだまだやってみようということで、今度は製造現場からの要望なんですけれども、先ほど発行した製造のラベルをですね、指示ラベルをですね、掲示板にこのように貼っていたんですね。で、これ一つ終わったらこう剥がしたり、並べ替えたりする作業が非常に大変だということがありまして、これをですね、大きいモニターを置いて、もうラベルのプリンターで出すのもやめてですね、このように表示してしまうということをやってしまいました。そうすることによってですね、営業所からもですね、この掲示板が見ることができ、また並べ替えも自動でできるようになりまして、ものすごい作業の効率化及び情報の共有化が図れることができました。あとですね、今度出荷担当からなんですけど、お客さんからですね、商品が届かないというような問い合わせをいただくんですけど、その際にですね、このような送り状一覧をですね、一個一個こう手で調べてですね、探しておったんですけど、これをやめてしまいまして、出荷の際にですね、ここにあるバーコードをですね、読み取って、それを全部データベースに取り込んでいくと。で、取り込んでいくと、その情報で、運送会社のホームページまでリンクさせて、一目瞭然にこの営業まで、営業もですね、検索できるようにしてみました。まあ、こうすることによってですね、こういう紙を探す作業が1日2時間ぐらい削減できることができました。また、タイムカードをですね、一個一個こう、締めるときに計算するのがものすごい残業とか計算するのが大変だということになりまして、これもですね、やめてしまって、システムのログインするときにですね、全部ここを集計してしまうと、退勤するのも自動計算にすることにしました。これによってですね、人事課のですね、作業時間を、残業ですね、1、2時間ほど削減することができました。次は経理から。要望が上がってきまして、請求書や領収書をですね、紙に出して、こういうふうに切手を貼って、封筒で送ってたんですね。これもすごい手間と時間がかかると。で、紙の管理が煩雑だということでですね、全部この辺を PDF にしまして、すべてお客様にダイレクトでメールで送れるようなシステムにしました。このことによってですね、ものすごい紙の削減になりましたし、業務時間を1日2時間ぐらい削減することができました。次にですね、人事から要望が上がってきました。人がこう増えてくるとですね、なかなか顔と名前が一致しないということが起きてきて、コミュニケーションが取りづらいという問題が起きてきます。そのためにですね、システムの中にですね、このようにですね、人事管理システムといいまして、ボタン一つで人と名前と顔と経歴が確認できるようにしました。そのことによってですね、社内が非常にコミュニケーションが取りやすくなりました。また、社内掲示板なんですけれども、ここにですね、全部こう掲示板を作りました。
まあ、例えば、ここ徳島県新聞に掲示しましたよとか、コロナウイルスの感染対策の行動指針はこうしてくださいとか、あとは社内法ですね、とかもこの辺に全部掲示することによって、情報の共有化を図ることができました。その他の取り組みとしましてですね、2018年にはですね、電子承認を入れることにしました。あと、クレームの管理ですね。クレームの管理を一元で見れるようにしたり、買いかけ、売りかけの管理、メンテナンスの管理、それから商品の在庫管理、段ボールの管理、印刷の版の管理というふうにですね、どん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 皆さんがやる作業を追加していきました。まだまだ要望が上がってきておりまして、進化を続けている最中でございます。導入効果としまして、紙がですね、9割がなくなりました。また、情報共有や管理が非常にやりやすくなって、属人化の作業が激減しました。そのことによって、作業の平準化が図れですね、残業食い主金がものすごく減ることができました。その他の効果としまして、子会社の福岡ポリという会社にも同じシステムを導入しました。そうすることによってですね、両社間がですね、同じシステムで稼働し始めまして、お互いにリアルタイムに製造状況が確認でき、お互いのその社を超えたですね、コミュニケーションが非常にスムーズになりました。それで今度ですね、2021年8月に三振放送という会社をグループ化したんですけれども、この会社にもですね、このシステムを入れて、社を超えたですね、やり取りをどんどん進めて、シナジー効果を出していく計画でございます。こういったことを続けて、2022年にはですね、決算期には過去最高の売上を計上できる見込みとなっております。まとめとしまして、2015年にクラウドを利用して情報の一元化を行い、業務の効率化を行おうという目標を立てて始めたんですけど、社員の意見を積極的に採用することで業務の改善を図ることができました。それ以上にですね、このシステムは社員間のコミュニケーションツールとして活用されるようになってきました。そうすることによってですね、社員のですね、業務改善へのですね、意識が芽生えてですね、会社の雰囲気が非常に良くなりました。それが、思った以上のクラウドのシステムを入れた効果だったと思います。その結果ですね、2020年にはですね、四国で一番大切にしたい会社大賞というものをいただいたんですけども、非常にその中で大きな役目もこのクラウドシステムが果たしていただいたというふうに思っております。以上となります。ご清聴ありがとうございました。にまさん、ありがとうございました。コメントも来ています。読みますね。加藤さんという方からです。小さな成功体験からの社内巻き込みが素晴らしいです。いいですね。そしてですね、実は船舶製株式会社さんもチャットに参加してくださいました。今では社内の職員一人一人がアイデアを出してくれており、進化を続けています。素敵なコメントですね。本当にこの大会がゴールではないですからね、日々続けるという意味では本当に素晴らしい、アイデアだなと思います。登壇してくださる方もこういったコメントくださるととても嬉しいし、くださっていると伺っております。本当にありがとうございます。船舶製さんは徳島県、徳の力徳を地域にということね、対して理念が魅力のある企業だそうです。さらに魅力の全開にして進んできていただきたいと思います。ありがとうございました。船舶化成株式会社にま様でした。では続きまして、小さなデジタルツールの組み合わせ、町工場でもできるクラウド実践と題して、近畿総合通信局長賞を獲得した日本作り出す株式会社代表取締役加藤様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。はい、それでは発表を始めさせていただきたいと思います。日本作り出すの加藤と申します。よろしくお願いいたします。私どもは小さなデジタルツールの組み合わせ、町工場でもできるクラウド実践と
ということで、発表させていただきたいと思います。まず、会社についてご案内させていただきます。私ども、日本つくり出すという会社です。所在地は大阪府堺市にありまして、設立2013年3月、現在9年目の会社になります。従業員数は現在25名、男性15名、女性10名、平均年齢は35歳というふうな会社になっております。事業内容です。事業内容については、主にものづくりサービス業として4つの事業を展開しているんですが、平たく言うと町工場というふうにお考えいただければと思います。細かく見ていきます。1つ目が金属加工をやっておりまして、主に機械部品であったりとか、鍛造金型といったものを工作機械を使って削ったり、協力会社さんにお願いして加工したりということをやっております。2つ目です。生産管理システム開発販売ということで IT 業なんですが、これは社内で使う生産管理を社内用に作ったものを外販しているというふうにお考えいただければと思います。3つ目です。デザインのお仕事もさせていただいておりまして、弊社はウェブで集客をしたりとか、展示会で集客をしたりということで集客活動を行っているんですが、その際に獲得したノウハウといったものも同業者向けにご提供させていただいております。4つ目、コンサルティングなんですが、例えば画像に映っておりますのは、展示会に共同出展をして、展示会のノウハウをご提供するといったようなことも行っております。自社の事業、自社で試したことをサービスとしてお客様に提供する町工場が町工場のためにサービス提供するといったことをサービスとして行っております。次に、簡単にですが、画像で見える DX ということで、簡単なものをご用意いたしました。4つご用意しました。1つ目がまず事務所になるんですが、こちらは大きなモニターを壁に取り付けまして、各現場、工場と動画でカメラで接続をしています。これで何をしているかといいますと、所在確認ですね。どこにいるのか、今電話に出れるのか、といったところを探し回らずに画面で確認するといったことを行っております。2つ目、工場ですが、工場にも大きなモニターを取り付けまして、弊社の作った生産管理ですね。これで現場管理を行っているというものになります。3つ目、これは会議の風景なんですが、マイクを使って音声を集めてきまして、自動で文字起こしをするというクラウドサービスを利用して議事録を作っております。4つ目です。これは検査になるんですが、iPad を使って図面を表示させて、ペンを使って直接検査データを記録していくということで、ペーパーレス化ということも行っております。はい。では次にですね、弊社で使っているクラウドツールのご紹介なんですけれども、こちら、利用しているクラウドツールは、弊社の特徴は用途に合わせてたくさんのクラウドツールを利用しているということが挙げられます。3つのカテゴリーに分けました。1つ目、コミュニケーションなんですが、こちら見ていただきますと、主に業務連絡でチャットワークを使っています。で、Google Workspace という Google のサービスなんかもたくさん使わせていただいているというふうな、ご覧のような使い方をしております。はい。次に、2つ目なんですが、フロントオフィスといたしまして、営業管理でトレロ、名刺管理でサンサン、文書管理でドロップボックスといったものを使わせていただいています。真ん中の Mnet Cloud というのが、弊社が開発した生産管理ソフトです。こちらで受注管理、在庫管理、メンテナンス管理、見積もり管理といったような、たくさんの管理ができるようなものになっております。で、一番右なんですが、販促に主に使っているものなんですけども、ここに真ん中にアンカーというものがあるんですけども、これはポッドキャストの配信ツールで、弊社ではラジオ番組なんかを作ったりもしてますので、このサービスを利用したりしております。はい、こういったサービスを利用して、クラウドを運用を行っております。で、3つ目、バックオフィスになるんですけども、こちらは、例えばスマホでタイムカード打刻を行ったりとか、ということができるジョブ管であったりとか、で、求人に関しては右下、ウォンテッドリーというものを主に使って求人を行っているというふうな現状です。はい。これらが、使っているクラウドツールになるんですけども、今回はピックアップツールといたしまして、弊社が開発した Mnet Cloud、これを少しだけご紹介したいと思います。こちらがメニュー画面になるんですけども、できるだけ簡単に見やすくということを掲げて作ったものになります。生産管理ソフトです。まず課題としましては、弊社の場合、まず月間1000点ぐらい、図面1000枚ぐらいの受注があります。それらを管理するわけですが、
違う、納期が全て違うんですね。で、製品によって工程も違います。誰がやるの、どの機械でやるの、いつまでにやるのっていったことが全部違うので、そうすると誰が持っているのかわからない、どこにあるのかわからない、いつまでに必要かわからない、次は誰なのかわからない、どこまで進んでいるのかわからない、こういったわからない尽くしになってきて非常に困った状況がよく起きるんですね。その時にじゃあ生産管理ソフトを導入しようということになったわけですが、問題になったのがシステム導入のハードルというものが出てきました。これがまず、生産管理ソフトというのは非常に価格が高いです。で、高機能高精度なものなので、難しそう、実際にやっぱり触ってみると難しいという印象はありました。で、3つ目にこの機能だけでいいんだけどっていうところがもう全てパッケージされていて、非常に高機能なんですね。ですがそこまで高機能はいらないよっていうのが率直に思ったことであります。で、そこからですね、必要な部分だけにピックアップして自社開発を行って社内で運用を行いました。で、それらを現在はクラウドツールとして外販をさせていただいているという経過で今に至っております。はい。で、これによって解決された内容のご説明に入っていきたいと思います。まず画面を見ていただきたいんですけども、このように色分けがされて、赤いものが例えば納期遅れてるよというふうに見えたりします。で、工程が細かく分かれておりますので、工程がどこにあるのか、誰がやってるのかといったことも非常に見えやすい管理ツールというふうになっております。で、実際に解決した内容なんですけども、複数の部署担当者を通って仕事が完成していくために、仕事の状況の見える化っていうのが非常に強不可欠になってきます。で、各担当者を一つのツールでつないでいくという考え方で、営業、製造、検査、出荷、業務というふうに非常に一つのツールの中で状況が見えるというふうになりました。例えば営業でしたら、お客様に進捗を聞かれても工場に聞かずにすぐに答えれるようになった。製造であれば仕事の順番や負荷が見える化された。営業から聞かれない、聞かれないってことは手が止められない、こういったところがメリットになります。検査では手元に届くまで分からなかった検査しないといけない内容がもうすでに分かるようになった。業務の方では伝票業務に漏れがなくなったっていうふうに、一つのツールを全ての担当者が目を通すというふうな仕組みに変えたことで、非常に煩雑だった業務が簡単になった、分かりやすくなった、見える化されたというふうな効果が出てきました。はい。これが弊社の M ネットクラウドということで、現在全国に80社程度ご利用いただいているようなものになります。はい。最後にまとめとしてお話ししたいと思います。まず一つ目ですが、町工場でも導入できる低コストで簡単なものばかりを選定しています。はい。二つ目ですが、小さなソフトウェアを一つの課題を一つずつ解決するということで行っております。その内容としては、なぜそうしたのかということで、苦手マインドを克服しやすい、組織の中ではやっぱりデジタルツールとなると苦手だなと思う人は多分非常に多いと思います。これらが克服しやすいのではないかなというふうに思います。2つ目、大きな変化っていうのもやはり組織の中だと敬遠されがちだと思います。小さな変化だと受け入れやすい、まだやってみようかなと思えるというところの効果はあると思いますので、これも効果の一つとして挙げられると思います。3つ目、階段を上るように導入できるというふうなところもあるんですが、クラウドツールを導入であったりとか、DX という言葉を最近よく耳にするんですけども、何か大きなソフトを導入して崖を上るようなイメージで導入しないといけないというふうに、非常に壁が高く感じてしまうと思うんですが、一つの課題に対して一つデジタルツールを当てはめるということで、階段を上るように導入できるというメリットがあるのではないかなというふうに思います。で、これらを当社では最初からお見せしたように全てを使っているわけではなくて、8年間かけて一つずつ課題を克服していくことによって、これらのツールに至ったというふうな経緯がございます。ですので、この中でできることをまずは一つ見つける参考になればいいなということで、この度発表させていただきました。はい、発表の方は以上となります。本日はご清聴いただきましてありがとうございました。角野様、ありがとうございました。
日本作り出す株式会社さんはですね、こんな会社ありえへんとかね、誰も見たことのない町工場を目指していらして、町工場の枠に収まりきらない町工場を目指しているんだそうです。理念が素晴らしいです。すべてを楽しむ心、その心に光が集まる。 DX のことも、大阪府から世界、日本に、世界に広めていっていただければなと感じました。門野様でした。日本作り出す株式会社さん、ありがとうございました。さあ、続きましては前半最後のプレゼンテーションです。ご紹介します。 IoT による GX グリーントランスフォーメーション、労務費4億円と CO2 の削減と題して、東海総合通信局長賞を獲得した朝日鉄工株式会社代表取締役社長木村様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。IoT による製造業 GX グリーントランスフォーメーション、改善で労務費と CO2 を同時削減というテーマでお話しします。朝日鉄工株式会社代表取締役社長木村哲也です。朝日鉄工はトヨタ自動車のティア1で、売上は年約150億円です。4つの競技があります。ケース、国内市場縮小、生産人口減少、カーボンニュートラル対応です。変革待ったなしの状況です。改善を阻む三猿というのがいると我々は言っています。問題が見えない猿、情報共有不足の猿、活用できない猿です。 IoT で対峙できるのは問題が見えない猿だけです。朝日鉄工では儲かる IoT データを収集し、情報を共有し、全社で活用するというデータ活用の仕組みを確立してありますので、こういった猿はおりません。儲かる IoT データ収集です。それを可能にしているのは自社開発の IoT iZacks です。生産ペース、停止時間、理由といった労務費削減に直結するデータを自動収集しております。設備にセンサーをつけ、送信機から受信機に無線で飛ばし、クラウド上で分析したデータをスマートフォンの端末でアクセスしてみます。人手をかけずに問題点を分析、共有することができます。分析と言いましたのは、改善のノウハウの詰まったグラフで問題点を簡単に見えるようにしているからです。単なる数値の羅列ではございません。データ収集を iZacks で自動化することで、現状把握がとても簡単になります。これまでのように現場に張り付いて測定したり、データを手書きで記入したりする必要はありません。すぐに検討改善を実行できるようになっております。こうして改善が加速し、結果が出ることで楽しいという好循環を生んでおります。情報共有です。 Slack というビジネスチャットを活用しております。それはグループ会社の間だけではなく、パートナー企業ともコミュニケーションツールとして活用しております。朝日鉄工では共有、賞賛、徹底、雑談といった面で活用しておりますが、本日はこの共有、賞賛の事例についてご説明します。例えば安全というチャンネルがありまして、台車がはまって危ないよという投稿がありました。そうすると、わずか3時間後、総務から補修したので確認お願いしますという投稿がありました。これはクラウドならではのスピード感だと思っています。こういう投稿でどんどん会社が良くなっていきます。そして改善報告会というのが現場で頻繁に開催されます。そこで私は褒めるんですね。これ面白いね。またその報告会の様子がスラックで全社的に共有されます。そこでまた褒めるわけです。こんないい報告してくれました。このように現地現物とスラック両方活用し、モチベーションアップを図っております。また改善前のこういう改善でこういう効果が出ましたといった簡潔にノウハウを共有するという仕組みも作っております。そこでまた私が褒めるんですね。面白いね、グッドアイディア、やってみたってのもいいね。トライしたことをみんなの前で褒めるんですね。これにより挑戦する風土を醸成しております。全社で活用です。改善による労務費の下げ方は3つあります。1つは残業を減らすこと。残業2時間減らすと約年間200万円の労務費節減になります。そして休日出勤を減らすこと。割増率は 1.35 倍以上ですので、
残業を減らすよりもより効率的に労務費を削減することができます。そして高負荷が予想される場合、その前に改善を完了することで労務費の増加を抑えるというやり方もあります。改善の手順です。例えば残業2時間減という目標があったとします。それを能力の目標に変換します。今1時間100個できているのを120個にすればいいよね。そのためにはペースを2秒早くして停止を1割減らせばいいよね。次にアイテムを出します。歩く距離を短くすると1秒早くなるよね。異常停止を撲滅すると1割停止が減るよね。そして目標を達成するまでこういったアイテムについて改善を実行します。そうするとノウハウがたまるんですね。ノウハウがたまるとアイテムがどんどん増えるということになりますから、どん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 改善活動自体がレベルアップするということになります。また会議体でもデータを活用します。例えば改善効果を経理の数字で毎月確認しています。このグラフは横軸に営業売上、縦軸に労務費を取っておりますので、同じ売上であれば点は下に来た方がいいことになります。2019、20、21と毎年毎年労務費が下がっているということがわかります。そして先月ここだったよね、ちゃんと予想通り改善効果出てるのっていうチェックをやるわけです。そうすることで実際に効果の出る改善を製造現場はするようになります。また我々ほぼ全ての品番について100分の1円単位で原価を把握しております。それを節目節目でチェックするわけですね。そうすることで収益悪化を見逃さないということになります。このように経理、原価管理においても改善を推進するという体制が整っております。こうした取り組みにより製造ラインの能力は100ラインの平均が 43% と非常に大きな向上を見ました。経理の数字で確認いたしますと、労務費は年4億円の節減、設備投資は年1億円の節減となっております。このように改善ツールとして大きな成果を上げております。一方で現状、朝日鉄工は200ラインものラインについて設備稼働状況をリアルタイムでモニタリングしております。製造現場はいいんですけども、私のような経営者から見ると問題が分かりにくい状態になっております。そこで作ったのが IoT 経営ダッシュボードです。これは工場全体を俯瞰して判断できるようにするものです。例えば、生産金額、ロス金額、時間あたり生産金額といった経営の KPI が全社毎時間ごとに集計されて見えるようになっています。もちろんそういったデータの日時推移も確認することができます。そうすることでその中から問題のあるラインを自動抽出します。例えばロス金額が大きいラインについては優先的に改善しましょうとなりますし、時間あたり生産金額が小さいラインについては撤退するとか、お客様に価格の見直しをお願いするといった経営的な対応になります。このように IoT データを経営判断にすでに活用しております。また朝日鉄工の自社排出 CO2 は年間約1万4千トンにも上りますが、改善の副次効果としまして、売上高あたりの電力分の CO2 はすでに 9% の低減を見ております。これだけでも非常に大きな効果なんですが、さらなる低減のために現在CO2 の排出量の 95% の見える化が完了しております。電力分の排出量、ガス分の排出量、この日時推移、1時間ごとの推移というのが自動で把握され表示されます。すでに休日出勤が非効率であるとか、非稼働時の排出が多いといった問題点は見えておりますので、改善を実行していきます。これは22年からサービス化の予定です。朝日鉄工のノウハウを他社展開するために設立したのが iSmart Technologies です。CARS 改善アザーサービスを提供しております。その一つが iZacks。これは改善ツールとしては導入実績200社以上あるものですが、最近は経営ツールとしての機能を付加しました。そしてお客様にしっかりお使いいただけるよう、初期の3ヶ月について、はい、こう活用を支援するというサービスもついております。そしてオプションとして IoT 改善塾というのがあります。これは改善の仕組み構築とか人材育成を行うものですが、実際の改善効果ももちろんついてもらいます。こういったサービスについてはクラウドの活用と現地での実際の指導といったものを合わせることで非常に効率的に提供できるようになっております。見える化はあくまで手段です。我々は IoT で儲かる現場を実現します。
お客様の改善実績の抜粋です。規模も業種も異なる100社以上で改善実績があります。そういった実績が認められ、最近は日本国内だけではなく、海外でも AOTS、JETRO と連携して事業を開始しております。このように、旭鉄鋼では改善で労務費と CO2 を同時削減できております。これをぜひ他社でも実現したいと考えております。今後とも旭鉄鋼と iSmart Technologies をよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。木村さん、ありがとうございました。コメントも届いていますよ。ご紹介します。オンラインでの情報共有だけでなく、賞賛が入るので DX がうまくいくんですね、ということですよね。私も感じました。木村さんに自らこう褒められたら嬉しいんじゃないかなっていうのを感じましたね。一つの短縮、一つ自体がちっちゃくてもそれが大きくなるとやがて非常に大きな時間、獲得することができて、引いては社員のためになるという、そんなことも感じました。 PDCA が早くて本当に素晴らしい、ことを DX を進めていらっしゃるんだなということが分かりました。ありがとうございました。さあ、では以上前半の終了です。ここから休憩を、取りたいと思います。再開は14時20分です。14時20分にまた戻ってきてください。前半お疲れ様でした。数分の休憩でしたが、皆様戻ってきてくださってますでしょうか。それでは後半に参ります。
クラウド実践大賞全国大会後半のプレゼンテーショントップバッターは、町のパン屋さんの働き方改革および DX 対応についてと題して、沖縄総合通信事務所長賞を獲得した今井パン合同会社代表今井様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。はじめまして、今井パン合同会社代表の今井陽介と申します。町のパン屋の働き方改革および DX 対応について、会社概要、法人名、今井パン合同会社、事業内容、パン、ケーキ、焼き菓子の製造販売、私が、パン職人で、妻がケーキ職人でございます。設立2012年11月、従業員数28名、創業事業経緯、2012年那覇市、マージ本店で開業、2015年、焼き菓子の新商品開発、琉球世界遺産スイーツ、沖縄県産業振興公社売れるか支援事業を活用しました。こちらがターニングポイントになりました。2017年、2店舗目の古島店の開店、2019年、個人事業主から合同会社へ、2020年、デパート流房の催事へ定期出店、2021年、琉球世界遺産、式名園王朝食パン店開店。製パン業界と今井パンの状況、製パン業界の実情と今井パンの課題対策、製パン業界の実情、薄利多売のビジネスモデル、沖縄でも状況は同じ、利益率の高い商品開発が必要とされております。新規参入の急増による競争激化、人気のパン屋の進出、今井パンの認知度向上が必要とされています。大手コンビニとの客の奪い合い、脅威のコンビニスイーツ、今井パンの認知度向上が必要とされております。原材料や人件費など固定費の急増、沖縄でも状況は同じ。内部効率化と値上げ検討が必要とされております。長時間労働による体調不良、昨年まではまさにこれ、働き方改革の推進が必要とされております。後継者不足、当社は、まずは定着率向上、働き方改革の推進が必要とされております。経営業務課題の解決に向けて、利益率の高い商品開発、これまでも那覇商工会、よろず支援拠点、沖縄県産業振興公社などの中小企業支援機関に相談していました。そんな中、2015年に公社の補助事業に採択され、比較的日持ちが良く、利益率の高い新商品、琉球世界遺産スイーツシリーズの開発ができました。今井パンの認知度向上、沖縄でも近年、高級食パンの全国ブランド、野上、晴れパン、銀座西川や大手チェーン、コメダコーヒーなどが進出、大手コンビニ3社も季節のスイーツなど、矢継ぎ早に展開している。そんな中、那覇市の外れに位置する当社も認知度向上策を実施中、ホームページ、Facebook、ブログ、インスタを活用しております。新商品の開発、焼き菓子、マリトッツォ、式名園王朝食パンなど、デパート流房への催事出店、世界遺産式名園の出店。内部効率化と値上げ検討、クラウドシステム活用。原材料や人件費など固定費の急増により、売上が向上しても、スタッフ全員が常に忙しい状態になり、利益が出ない構造に直面しました。特にスタッフが増えるために給与支払い事務など Excel 管理に限界がきました。また、値上げ検討のために商品ごとの売上状況を把握したい。解決策として支援機関と相談し、下記システムの導入を推進しました。働き方改革の推進。
パン業界ではよくあることですが、せっかく育った職人スタッフが独立を希望して退職、またバイトスタッフも長続きしないなど、人材の確保に苦労すると同時に、求人採用にコストがかかっていました。スタッフ間のコミュニケーションが足りない状況で、後戻り工数増加や各スタッフのモチベーション低下にも影響を与えておりました。外部ファシリテーターを招き、働き方改革、見える化等を推進しました。コミュニケーションの場を設定、毎日の朝礼の実施、月1回の休業日を全体会議と環境整備に、月1、2回のリーダー会議、後者専門家も同席。簡単なことから一つ一つ課題解決、成果を共有。こちらが行ったことです。IT クラウドの活用状況、IT クラウドシステムの導入時期、ウェブマーケティング、ホームページ、ブログ、Facebook、Instagram、2012年から知名度向上へ、売上レジ、古島店、エアレジ、2012年12月から、売上レジ、マージ本店、エアレジ、2019年2月から、コミュニケーション、LINE チャットワーク、2019年4月から、チャットワークは税理士事務所との連携に活用しております。勤怠管理全店、キングオブタイム、2019年4月から、IT 導入補助金を活用しました。給与管理、MF クラウド、2019年4月から、財務会計、MF クラウド、2019年4月から、売上レジ、式内園売店、エアレジ、2021年3月から、IT クラウドシステムの導入効果。エアレジ売上管理、代表がどこにいても売上発注検討が可能に。釣り銭管理、釣り銭の残高確認がいつでもどこでも可能に。商品管理、売上データで商品ごとの売れ筋、進出商品が把握でき、廃盤商品や値上げ商品の宣伝に活用。新商品開発、商品別売上データの ABC 分析で来店客の購入傾向が把握でき、新商品開発のヒントとしています。キングオブタイム、勤怠管理、タイムカードを廃止、iPad 入力から直接給与管理へ。MF クラウド給与、給与管理、税理士事務所に依頼し直接財務会計へ。MF クラウド会計、会計管理、銀行口座連動や自動仕分けなどクラウド処理。町のパン屋の DX 活用、商品別売上 ABC 分析活用、エアレジを活用しまして、廃盤商品、商品開発、値上げ対象商品などの経営判断に活用しております。年別、月別、日別、曜日別の売上情報や来店客情報で季節ごと商品やイベントへ参画、店舗別のスタッフ配置などの経営判断に活用しております。IT クラウドの導入効果、対策、効果、課題解決。新商品開発の基礎データ活用、利益率の高い商品開発につながりました。ウェブ、SNS マーケティング、今一般認知度向上につながりました。廃棄、商品削減、廃棄商品削減、内部効率化、値上げ検討につながりました。残業時間削減、内部効率化につながりました。休暇数の増加、内部効率化、働き方改革の推進につながりました。離職率の低下、働き方改革の推進につながりました。売上の増加、コロナ禍の中でも売上の増加につながりました。IT クラウド今後の活用、IT システム蓄積データ活用し、さらなる改善へ。エアレジデータ活用、売上管理からの来店客データ分析によるシフトスタッフの適正化、LINE 公式アカウント活用による顧客満足度向上、
イベントの告知やポイントカードの復活など、リピート顧客の拡大、勤怠管理データ活用、キングオブタイムシフト申請の活用、LINE グループとの連携、シフト計画作成のための代表・店長工数の削減、MF 給与データ活用、給与明細のペーパーレス化、業務マニュアル作成クラウド化、業務マニュアルの整備、いつでも見れるようにクラウド化、新人の早期戦力化、ベテランの活性化、新人がマニュアルを更新、 IT によるコミュニケーション活性化、コミュニケーション強化のための幹部用 LINE グループや Alexa 活用、アレクサはマージ本店、古島店に導入済みですが、音楽再生専用となっています。働きやすい、やめない町のパン屋さんへ、まだまだ改革していきます。ご清聴ありがとうございました。今井さん、ありがとうございました。ちょうどデザートタイムですからね、今の最後の写真がとってもお腹に響きました。ありがとうございます。沖縄でご夫婦で経営していらっしゃいます。フランスで修行されて、ブランジェリーとパティスリー、パンとケーキを作っているお店ですね。たくさんの成果をお出しになっていまして、そしてネットショップでとっても美味しそうなものも販売されていました。沖縄のシトーレン、ちょっと買ってみようと個人的に思っています。ありがとうございました。沖縄から今井パン合同会社、今井さんでした。さあ続きましては、1日50回の電話から1日50回の50件の失礼いたしました、もう一度いきますね。1日50回の電話から1日50件のウェブエーチェンジ、ストレス軽減プラス売上向上と題しまして、北陸総合通信局長賞を獲得された株式会社のとじまマリンリゾート代表取締役社長、坂下様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。株式会社のとじまマリンリゾート取締役社長の坂下さとみです。この場所で2頭の南バンドウイルカに出会い、のとじまで初めてとなる喫茶店を開業しました。窓一面に広がる海を眺めながらのお食事を楽しめ、心が晴れ晴れする最高のロケーションです。のとじま水族館やガラス美術館など、石川県の観光施設が隣接しています。飲食の他に体験型プログラムとして、能登の貝殻を使ったアワビの貝殻アート、自家栽培ハーブソルト、フラワーボトル体験などができます。屋外スペースでは海風を感じながら開放感あふれるバーベキューができ、若者に人気です。店舗から車で15分、和倉温泉和倉港を拠点として至福の時間をお届けするイルカウォッチング、ドルフィンスイムのアクティビティ事業があります。カフェの前にあった倉庫を改築し、大自然を満喫できる一棟を貸し切り、露天風呂付きコテージの事業も始めました。創業を開始し、これまで様々なことにチャレンジしてきました。積極的に新たな取り組みにチャレンジしていくことが当社最大の強みです。顧客層としまして、カップルがダントツに多く、次に女性、家族連れの順です。今年春にイルカウォッチングのみ予約システムトレタで管理をしておりましたが、複数管理できるエアリザーブに切り替えました。今まで電話受付をし、ノートで管理をしていましたが、ミスの連続でした。イルカウォッチングは、店舗の桟橋から船を出して賑わっていたのですが、イルカの赤ちゃんが増えるたび、徐々に魚が豊富な西湾、南湾へと移動したのです。最短でお客様に無理なくイルカに合わせてあげたい一心で、様々な困難を乗り越えて、第1号となる和倉温泉和倉港から
イルカウォッチングを先頭を切ってスタートしました。出港場所がチェンジしたことで、お客様とのトラブルが発生しました。電話が鳴り止まない。会話のすべてがカフェのお客様に聞こえる。大きなストレスになりました。Google 検索キーワードで電話をかけてこられる方のほとんどが質問から始まり、一本の電話で30分要したことも。現地案内スタッフの不足によるトラブルとして、港、駐車場、船、トイレなどの電話応対に追われました。一組の予約のお客様が3回以上も電話をかけてくることも。トップシーズンには1日50回以上の電話を受けたことによる心の負担、人材不足と課題は山のようになっていきました。エアリザーブ活用の効果としてお客様自身が直接自由な時間に予約の確定が可能になること、編集管理画面からキャンセル完了できることです。その結果、電話対応がなくなりました。24時間予約が可能となり、予約の取りこぼしを防止でき、売上の最大化を実現できました。この2年間、新型コロナウイルス感染拡大による影響で、飲食の売上にダメージを受けました。今年5月に、スタッフに伝えたことがあります。カフェのお客様がコロナの影響で来なくなった分、大丈夫、私が海へ入る。体を張って頑張る。心配しなくていい。そして、面倒な電話は一切出なくていい。その一言を残し、繁忙期を乗り越えました。ドルフィンスイムをウェブ予約に切り替え、1日1回を1日3回の体験にシフトし、売上を大幅に伸ばし、5倍以上売上を達成することができました。さらに、イルカウォッチングはウェブ特典付きとし、ホームページにリンクしました。ウェブ特典には、スムーズに港に到着し乗船していただくために、本文を読みましたのキーワードで割引をします。もう一つは、イルカへの思いを綴った記事を既読していただくと、イルカグッズのプレゼント。特典をつけることで、イルカに会いたいと願う本質を求め、イルカを愛するお客様の層へと変化したのです。本来のイルカへの大切な思いを伝えることに成功しました。電話での問い合わせがなくなり、スタッフの負担が軽減されたことで、仕事に活力を持ち、向上心もアップしていきました。現在活用しているクラウドサービスは、エアリザーブ、エアレジ、エアシフト、クラウド監視カメラ、ズーム、グーグルカレンダーなどです。今回は、エアリザーブ、エアレジ、エアシフトの導入について説明します。エアレジ導入について、クレジットカード、QR コード決済の利用者の増加は、観光地であることが要因でした。全国からの主要顧客として、首都圏観光客がほとんどを占め、カード決済ができないことで、口頭でのトラブルに悩まされました。細かな売上の分析や売れ筋商品の把握ができず、ロスが生じていました。エアレジをシフトし、注文やお会計に活用しました。手書きが見づらく、スムーズにオーダーを作れないことや、スタッフ間のトラブルもなくなりました。お会計がスムーズにできて、スピーディーに変化しました。毎日の売上管理に活用し、会計士と共有しています。エアシフトの導入について、スタッフとの連絡が取れず、シフト調整に時間がかかっていました。すべてのスタッフと共有し、シフト管理しています。出勤のリクエストも可能になりました。電話や LINE 連絡をせず、シフト変更が可能であるため、2時間以上もかかっていた手書きシフト作成の負担が軽減できました。リアルタイムで労働時間や給与が表示されるので、
スタッフのやる気向上につながり、定着率向上になりました。希望シフト、概算人件費、労働時間、シフト人数管理ができ、作成時間は20分でできるようになりました。クラウドを活用することで、iPad、スマホは強い味方となっています。未来を見据えて、先々をシミュレーションしたときに、考えたことや実践したことが、経営の柱となり、今後なくてはならない必需品であり、大切な救世主であります。未来を見据えて、新たな時代、直接声に出して伝えることがだんだんと薄れていく中で、お客様は何を求めているのかを模索したときに、文字であり、非接触型と気づきました。クラウド上の画面の中の人の感情や思いは、一文字一文字の中に込められています。新たなサービスに向けて進む過程でも、人と人とのつながりは大切にしていくことを持続します。そして、経営の力となることは確かなことであります。未来へのチャレンジはこれからも続けていきます。ご清聴いただき、ありがとうございました。坂下様、ありがとうございました。コメントが届いていますよ。ご紹介します。電話をしなくていいのは利用者側からしてもとてもありがたいですね。本当ですよね。もう電話からメールになっただけでももちろん DX ですよね。非常にそこが効率になっていたという、例ではないでしょうか。のとじまマリンリゾートさんは、海とオルゴールを主題にしています。海がお母さん。オルゴールは子供、カップル、家族、大切な人のイメージなんだそうです。大切な人を迎えたい、そんな思いで、営んでいらっしゃいます。チャレンジと体を張ってという言葉にね、非常に私も力強さを感じました。ありがとうございました。株式会社のとじまマリンリゾート坂下さんでした。さあ続きまして、コロナ禍でも止まらない。よろしいですか。コロナ禍でも止まらない子育て。失礼しました。コロナ禍でも止まらない支援で子育て支援のクラウド活用を牽引と題して、中国総合通信局長賞を獲得した株式会社太陽都市クリーナー代表取締役森山様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。株式会社太陽都市クリーナーの森山です。本日は社長はつらいよ、クラウドツール導入編と題して当社のクラウド導入事例を発表させていただきます。広島県東部の府中市という人口3万6000人ほどの小さな町で一般廃棄物を中心に廃棄物処理業を営んでおります。事務所には猫が2匹いて、川沿いののどかな立地で和気あいあいと仕事をしております。メインの業務はこちらの4つです。市内のゴミステーションをルート巡回して廃棄物を収集、市内の企業や飲食店の廃棄物を収集、各家庭の浄化槽の管理、そして飼料の汲み取り、この4つです。私は1975年にこの府中市で生まれ、18歳まで育ちました。大学進学で上京し、そのまま東京で就職。2006年、30歳の時を機に帰郷して入社をしました。入社をした時の感想は、この会社やばいって感じました。何がやばいかっていうと、昭和感満載の企業だったんですね。制服はなし、サングラス、くわえたばこで作業する。トラックに犬を乗せて作業している。現場の伝票は手書きの複写伝票。事務所の請求業務も手書き請求書。当然のことながら、連絡漏れ、作業ミス、請求間違いなどで、クレームやトラブルっていうのは日常茶飯事でした。そしてスタッフが皆ネガティブでした。これじゃいけないなと、
やはり変わらなきゃいけないと。私たちの仕事は地域の環境保全と公衆衛生の向上にとって最も重要な仕事。地域の人たちに愛され必要とされる会社に、そして働いているみんなが自信と誇りを持って働ける業界にしなきゃいけないと思いました。クラウドを導入するきっかけになったのが、会社の前を流れるこの芦田川。2018年の7月西日本豪雨で氾濫危険水位まで増水しました。この時会社に被害は出なかったものの、市内では多くの家屋が浸水し災害廃棄物が発生しました。多数の道路が土砂崩れ、崩落などで通行止めになりました。復旧までに相当の時間がかかりました。もし目の前の川が氾濫していたら、会社のサーバーが水没し伝票が流されていたら仕事ができない。人が生活する上で必ず出る廃棄物、どんな時でも止めることのできない業務だからこそ、 BCP 事業継続計画の策定が必要だと。そしてその第一弾としてクラウド化を進めようと決意しました。それから3年ほどが経ち、現在10個のクラウドツールを導入しています。チャットワークと Google ワークスペースを社内、業務連絡で使っているのですけれども、やはり業務の性質上、現場スタッフは朝会社を出た後夕方まで戻らないっていうことがありましたので、事務所と現場の連絡のやり取り、情報の共有、これが昔から課題でした。当初は電話連絡でやっていました。聞いた聞いていない、言うた言うていない論争が勃発し、それならばとメモを残すようになりました。それでも貼った貼っていない、読んだ読んでいない論争が勃発し、無料 SNS メッセージアプリを使うようになりました。これはすごく便利で、みんなでグループで会話もできたんですけれども、プライベートの情報と会社の情報が混同してしまい迷宮入りしてしまうってことがありました。現在はチャットワークを使って事務スタッフと現場スタッフの確実でタイムリーな情報共有ができています。チャットワークを使うことで、とりあえず共有っていう文化が生まれました。これは言っといた方がいいのかな、どうなんだろうっていうようなことをとりあえず共有することで、関わる人間が増えてきて顧客対応のスピードが上がりました。また無駄なやり取りも減って、タスク機能を使って作業漏れや忘れを防止することもできました。もう一つ、市内700箇所あるゴミステーションの管理ツールですけれども、これは Google のマイマップっていうものを使っています。番地を持たないゴミステーションを緯度経度でプロット管理して、収集日に合わせてそのステーションを表示する。こうすることでベテランの勘に頼らなくても新人でも作業ができるというふうになりました。ゆくゆくは運行ルートの適正化までやっていきたいと考えています。クラウドツールを利用した効果として、チャットワークで情報共有することで確実な情報共有、そして顧客サービスのスピードアップが図れました。 Google マイマップを使うことでベテランに頼らず、いつでも誰でも作業ができるようになりました。また Google フォームを使うことで日報が簡単にでき、そして社内での意見取りまとめなど、アンケートなどでも活発に意見が出てくるようになりました。またクラウド PBX のモッドフォン、これは会社にかかった電話をスマホで受けるものなんですけれども、これを使ったことで事前に誰からの電話か分かるので、対応品質の向上、そして対応スピードが上がりました。でもやっぱり出てくるのが反対勢力です。彼らの言い分はこうです。新しいツールへの苦手意識、業績悪いわけじゃないのになんでそんなことするの、どうせうちらの業界なんて、どうせ僕なんて、うちは昔からこうやってる、昔からそう。やはりクラウドっていう言葉への苦手意識があったんだろうと思います。なのでクラウドに親近感を持ってもらうために遊びを導入しようと決めました。例えば朝礼はオンラインで行っています。みんな出社して近くにいるのに、あえてオンライン朝礼をして、部門会議や管理職の会議もオンラインでやってます。画面共有など新しい機能を使ってみんなで遊んでいます。また事務所にはスマートスピーカーを置いて好きな音楽を流したり、
しりとりをしたり、お天気を聞いてみたりして遊んでみます。チャットツールもいきなり業務で使うのではなく、雑談チャットグループを作って、そこで仕事と関係ない話題でみんなで楽しんでいます。また、テレワークができる状況にはなってるんですけれども、いきなり在宅というのはハードルが高いので、これを体験できる部屋を作りました。一人用のオフィスプレハブを設置して、中にはスマート家電を設置しました。鍵の開け閉め、空調、照明、音楽まで、すべてスマホで操作する。こういった遊びを通じて、クラウドっていうものをスタッフがみんな身近に感じてくれました。このクラウドツールを導入して、いろんな副産物が生まれました。僕も行きます。私もやってみていいですか?の発生。チャットワークを使ってグループで業務の連絡を取るので、それに関係のない若手からも僕もやってみたいっていうふうな関わっていこうとする、そんな自発的な気持ちっていうのが多く生まれてきました。また、現場での課題、問題点を共有して解決する力もつきました。そして顧客対応スピードが格段に上がって、トラブルやクレームっていうものは本当に減りました。何よりスタッフが生き生きとしてきました。そして離職率の大幅低下。これは部門の垣根を越えてチャットツールなどで、交流をしていることも一つの要因かと思います。そして先ほどの遊びを SNS で継続発信して、いろんなものを発信していくことで、会社に親近感を感じてもらって、求人の応募数というのも飛躍的に伸びました。もともとは情報を共有するため、これが目的だったクラウドツールだったんですけれども、その情報がつながることで人と人の心がつながった、そんな感想を持っています。フェイストゥフェイス、顔と顔を見て膝を突き合わせて話さないと人の心はわからないよと言われていましたけれども、クラウドツールを上手に使うことで、マインドトゥマインド、心と心はきちんとつながると思います。そして、これからどんどん時代が変化して、働き方も変わってくると思います。そういった変化を楽しめる組織になっていきたいと思いますし、これからも新しいことにどんどんチャレンジしていきたいなと思っております。以上で、当社のクラウドツール導入事例の発表を終わらせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。森山様、ありがとうございました。タイトルですが大変失礼いたしました。タイトルだけ間違っておりましたので改めてご紹介させてください。ただいまの発表は、社長はつらいよ、クラウドツール導入編という題して、中国総合通信局長賞を獲得した株式会社太陽都市クリーナー代表取締役森山様に発表していただきました。大変失礼いたしました。さあ、メッセージが来てますよ。ご紹介いたします。闇を闇と呼べる時が来たことがすごいですね。プレゼン、しれっとだいぶこだわってませんか?ということですね。これはお知り合いの方でしょうか。はい、ありがとうございました。そしてもう一つ来ました。離職率低下と求人効果がすごい。たかがクラウド、されどクラウド。ちょっとこれ名言ですね。来年のテーマにしたらいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。さあ、続きましての発表です。続きましてがこちらです。コロナ禍でも止まらない支援で、子育て支援のクラウド活用を牽引と題して、関東総合通信局長賞を獲得した NPO 法人ニーザ子育てネットワーク代表理事、坂本様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。全国中小企業クラウド実践大賞2021にご参加の皆様、こんにちは。私は埼玉県新座市で NPO 法人新座子育てネットワークを主催しております代表の坂本純子です。
私どものクラウド活用がモデル事例に認定されたということで大変嬉しく思っています。また本日皆様に私どものクラウド活用についてお話しさせていただける機会をいただいたこと、大変嬉しく思っております。不慣れですが頑張ってお話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私どもは、子ども子育て支援を行う NPO です。すべては子ども子育て家庭と未来のためにということで、埼玉県新座市で、子育てしている家族、そのお子様、地域の皆様とともに、支援しております。地元新座だけではなく、全国各地の NPO 仲間やボランティア組織と連携して新しいプログラムを開発して、共有して支援を様々に展開していたり、大学や研究機関と、研究機関と子育てに関する調査や研究をしていたり、政府、厚生労働省や内閣府、総務省、文部科学省の皆様と施策について意見を交わしたり、企業や様々な団体の皆様の社会貢献の事業についてサポートさせていただいたり、東日本大震災の際には日本ユニセフ協会や海外の NGO 団体とともに被災地支援に取り組んでまいりました。現在私どもの地元では休眠預金を活用したニーザ子どもの未来包括連携プロジェクトというプロジェクトに取り組んでおります。小学校区に一つ、子ども食堂をはじめとする子どもの居場所を、作っていくという3カ年の取り組みになっております。1999年に私どもは発足し、2019年に20周年を迎えました。20歳になった子育てネットワークということで、それまでの歩みを、冊子にまとめておりますので、ご関心いただけましたら、ぜひ Amazon からお求めください。この年表にありますように、これまで様々な取り組みを行ってきました。現在、私どもには47名の職員がおります。事業所が5箇所ございます。50を超えるプロジェクトが常に動いております。個人組織200を超える取引先と事業規模約1億円の業務を行っております。これらを支えているのがクラウドでございます。現在、私どもは Google ワークスペースを活用しております。このクラウド活用の始まりは2003年から現在で18年となります。導入の初期コストとしては、まあ、皆様も無料でご利用になっておられる方がいらっしゃるかと思いますけども、Google の無料メールアドレス、これから始まっております。2003年当時のクラウドというとまだまだ今のような充実した状況ではありませんでしたが、非常に私たちにとってはそれでも使い勝手のいいものでした。現在の年間運用費用は8160円と大変安価になっております。これには少し秘密ではないですけども、ポイントがございます。ほぼほぼ内製化しているというところです。スタッフたちが日々クラウドの活用方法を勉強して自分たちで身につけて、すべてほとんどですね、すべてではないか、ほとんど内製しているというところがコストの低さの要因となっています。常時使用している従業員数はすべてのスタッフになりますので47名でございます。私たちがクラウドに着目したのは、お母さんゆえということです。お母さんたちのボランティア活動から始まった NPO の子育て支援でございます。お母さんたちの日常っていうのは、子育てや家事、その中でも様々な種類のことをこなしています。お母さんは24時間マルチタスクです。頭の中では常に効率化アプリが起動している。そんな私たちお母さんがクラウドを見逃すはずがないということですね。無償非営利のボランティア活動で限られたお母さんスタッフの時間資源やマンパワーを活用しながら情報を共有して活用して効率化を図ってパフォーマンスを向上させていくには、クラウドに着目しないわけはないと、これは使わない手はないと思い、クラウドを導入し、着々とそのクラウドの進化とともに私たちの業務が拡大してきたと言ってもいいかもしれません。2003年に始まったクラウド導入は2010年には基幹システムとして本格的な運用を開始しておりました。
すでに勤怠管理、業務日誌、報告書といったものはクラウドで作成、共有しておりました。契約書や予算管理、経費精算、給与計算なども順次クラウドを利用していきました。たくさんいるスタッフ、そしてボランティアの皆さん、そういった方々とのスケジュール調整っていうのは大変難しいものです。特に、子育て中のパートの、スタッフが多い私どもでは、スケジュール調整は本当に大変で、みんなの仕事のスケジュールが見える化されるクラウドっていうのは大変使い勝手のいいものです。そしてオンライン会議、これも2010年頃から、多くのスタッフが使うようになってきました。2019年冬に新型コロナウイルスの感染拡大が起こりまして、2020年の春にはいち早くスムーズにテレワーク体制に移行することができました。オンラインを活用した子育て支援や情報発信にもいち早く取り組みました。支援を必要としている人たちに支援を止めない、止まらない支援を実現することがクラウドによって可能になりました。2003年から19年ぐらいまでは、ICT に関心のある職員で大方のことはカバーできていました。先ほどのローコストの要因の一つでもあります。私たちの中には、スタッフの中には特に ICT の専門経験がある人はいません。みんな、インターネットで検索したり、ヘルプ機能を使ったり、一ユーザーとしての、まあ、スキルを高めるというところでクラウド活用を推進してきました。2010年以降、事業所が多拠点化する中で、このクラウドの本領発揮というところでデータ共有やスケジュール管理、オンライン会議というふうに着実に活用を広げていきました。2018年には文章、表計算、スライド、サイト作成などもクラウドのアプリを社内デフォルトにしました。スムーズに情報の共有ができました。そしてクラムブックを本格的に導入し始めました。当時まだ2018年ですが、クラムブックは国内市場にあまり出回っておりませんでしたので、初めてベンダーさんにお願いをして調達しました。専門家や外部人材の支援は、つい最近のことです。クラウドのアプリを社内デフォルト化することによって、アプリケーションの購入コストが大幅に削減できました。そして、Chromebook に置き換えていくことで、ハードの調達コストも削減できました。その後、Google for Nonprofit という NPO 法人向けに、Google が提供している、無償で利用できるプラットフォームも利用させていただいております。これには、審査等もございまして、どんな NPO でも使えるというものではございませんが、幸い私どもは合格し、こちらの方も活用させていただいております。これも、ローコストな、ローコストに活用できる要因の一つにもなっております。2020年からコロナ禍では、クラウドに Chromebook を加えてテレワーク利用が始まりました。業務の空白を最小限に抑制できたと考えています。2003年の頃から考えますと、クラウドは大変使いやすい技術になっております。特に ICT の知識がなくても、ヘルプセンターも、動画での、説明なども大変わかりやすくなってきている、誰でも活用できる技術だと思います。緊急事態宣言発令によって、私たちが運営する児童センター、子育て支援センターは休館を余儀なくされました。クラウドサービスの活用が、ありましたので、急遽テレワーク体制を取ったものの、スムーズな在宅での業務、事業の継続、ポテンシャルの強化の実現できました。ステイホームが続き、子育て家庭の孤立による、親の鬱や虐待のリスクが社会的に問題になっていたのは皆様もご存知かと思います。オンラインによる子育て支援の出番でした。私どもが参画する全国組織とともに調査をし、研修プログラムを開発し、提供するというようなことにも取り組みました。クラウド活用が、の実績を活かして、取引先である、行政や企業、団体、他の NPO などに、オンライン会議を提案し、事業の継続をサポートしました。子ども子育て支援の NPO の多くが ICT 活用に大きく遅れを取っています。子育てが難しい時代、
いじめ、不登校、子どもの貧困、児童虐待、次世代を育む活動分野にクラウド活用の風を吹かせる存在となることを目指していきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。坂本様、ありがとうございました。コメントが届いております。ご紹介いたします。子育て中の女性のスケジュール、みんな手書きの手帳が真っ黒でまとめるだけで大変ですよね。はい、私にも経験があります。子どもの予定だけでいっぱいになりますが、そんな中、クラウドを活用してということですね。NISA子育てネットワークは、22周年を迎えていらっしゃいます。子どもの未来応援国民運動なさったり、たくさん賞も受賞されてますよね。厚労省のアワードや総務省からも受けていて、12月は冬広場開催されるそうです。 Amazon の欲しいものリストがあるそうですよ。ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。 NPO 法人新座子育てネットワークの皆様でした。ありがとうございます。さあ、残りのプレゼンテーションはなんと2社になってまいりました。続けていきましょう。クラウドと DX で変わる弔いの形とレガシー産業の社内システムと題して、信越総合通信局長賞を獲得した株式会社翼公益社代表取締役篠原様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。長野県翼公益社の篠原です。始めさせていただきます。私たち翼公益社ではお葬式のお金の痛みをなくすことを事業目的に掲げています。私自身、中学時代に父を病気で亡くしまして母子家庭に育ちました。父の葬儀でお金に苦労した経験をもとにエンディング業界に進みました。2017年にお金の痛みのない家族葬専門の葬儀場をオープンしまして、カバン1つ、1泊2日のお葬式といった形で提供を始めました。お葬式では全国平均156万円ほどの負担があると言われているんですが、6万8000円や14万8000円といった金額で亡くなりましたという状況から2日間のご安置費用、火葬葬儀までをセットにして提供しています。またこれらのプランの中にあらかじめ施設の1泊2日分の利用料金を最初からセットにする形で運営しています。またお葬式は離れていると利用できないという特徴があるんですが、北海道から沖縄の方にも安心を届けようということで、我々は通信販売のお葬式キット DIY 葬というものを開発しまして、2万5800円という金額で提供しています。平べったい荷姿で届いたものが棺です。組み立てご利用でき、棺のほかに布団や枕がセット、骨壺骨箱風呂敷と法律に沿ってお葬式をするためのガイドブックをセットにしてお届けします。午後2時までの注文で翌日配送でお届けしています。またお葬式では多額の現金を一括払いしているという問題があるんですが、先ほどの2万5000円ですとか6万円といったお葬式などを24回までの分割の後払いに対応することで、クレジットカードやキャッシュレス決済も可能なんですけれど、24回分割であれば月々わずか1000円、2000円といった負担でお葬式をご利用いただけます。また事前に葬儀費用を揃えたい方のためには月々450円お支払いいただければ、もしもの時に30万円を受け取れる葬儀保険もご用意しています。翼公益社は2017年の創業なのですが、創業から比較的わずかな期間で5店舗まで拡大することができました。私たちはこうしたお葬式は不透明で高いということを改善していきたいと考えています。そうした中で経営課題として低価格を無理なく継続できる経営というものが重要だと考えています。地域には老舗のガリバー企業がたくさんある中で、我々のような小さな零細企業がどのように向き合うのかということですが、率先してクラウドを活用することで経営効率を高めることが重要だと考えています。クラウドを活用を通しまして結論から言いますと、
従前から固定費を 43% 削減することに成功しまして、店舗を拡大する上で重要な人材育成期間を 75% も短縮することができました。私たちの経営課題は低価格を無理なく継続できる経営でしたが、いくつか条件があると考えてまして、それぞれ見ていきたいと思います。まず私たちの会社では22歳から69歳までの多様な年代の人が働いています。ですのでシンプルなユーザー体験があって操作に迷わないということが重要だと考えました。また人はいつ亡くなるかわからないので24時間体制で対応していますが、労働条件が悪化しやすいという業界です。ですので最初からもう週休3日制で働くということを決めて取り組んでます。そうすることで昨日が休みだったとか、もしくは明日が休みだという状況がこう毎日続くんですけども、無理なく働ける環境づくりに取り組むということをまず掲げました。最後にですね、多拠点に分かれて働くということはたくさんの課題があるわけなんですが、これらをクリアするためにスマホで完結するオペレーションを作ろうということを念頭においてクラウド活用を進めました。具体的には顧客管理をアトラシアンのトレロを中心にオペレーション設計しまして、お客様情報と発注情報、日程管理などを結びつけて管理しています。特に発注管理ではまだまだファックス中心の業界なんですが、e-fax やメール連携でスマホからこう簡単に発注できたり、発注の状況とか履歴をこうどこからでも簡単にこう終えるというようになりました。また Google ワークスペースの活用で多様な情報をスマホネイティブな環境で活用しています。出退勤やポスレジ業務、見積もりや請求の発行管理についてもクラウドシステムの連携を活用してスマホ完結で利用しています。日報管理ですが、Notion を活用することで簡単にデータベースを作成したり、共有や公開が非常に柔軟にできるようになったので、外部のこうパートナーとの連携もスムーズに行えるようになっています。社内情報やマニュアルなどはコネクトを利用しまして、そこに貯めたり、各種データベースなどはスラックなどを活用して運用しています。我々の中心業務であります電話になるんですけども、クラウド PBX 導入しまして、また CTI ですね、活用することでこう電話を片手にですね、どこからかかってきたか、何度目のコールか、以前どういった問い合わせをいただいていたかなどを確認しながら応対できるようになりまして、対応品質が向上しました。スマホ1台で店舗管理できるようになったことで、かつてと比べて管理コストを10分の1以下に低減させることができました。また現在はクラウド型の遠隔接客の導入も進めていまして、カメラやセンサー、スイッチボットの活用することで店舗の無人化を進めています。多拠点間の社内コミュニケーションの問題に取り組むために、今ボンクスワークス様のですね、音声 DX ソリューションの活用なども今は進めています。最後に自社開発のアプリを紹介させてください。私たちの業態では顧客情報をこう何度も何度もこう転記するという問題があります。特に顕著なのが先ほどのファックスの発注書や受注書、日程表、カレンダー、仮想帳の予約ですとか、こう何度も何度も転記をするんですけれども、それもですね、各拠点ごとに分かれてバラバラたくさん書類があるということが問題として挙げられていました。これらを解決するために社内でノーコードアプリを利用しまして開発したこちらの自社アプリにですね、基礎情報をこう入力していきますと、自動的にこう LINE の方へお知らせという形で仮想帳予約に必要な情報だけが抜き出されて送られてきます。この情報を利用して仮想帳予約簡単にできたり、その予約から逆算する形で Google カレンダーに葬儀日程、仮装日程、通夜日程、安置日程などが自動登録されます。また上にトレロリンクというものがありますが、こちらクリックすると顧客情報がこう先ほどのようにこう自動で転記されて、かつここからファックスで発注できたり、メール発注できたり、履歴が終えたりします。その上に日程表リンクというものがありますけども、こちらも押しますと Google スライドが自動起動しまして、ここで日程表が自動で作成されます。この作成される日程表の右上にこう QR コードがこうついてまして、印刷したものをお客様にお渡しするんですけども、オンライン聴聞ということで、離れていて当日その場に仮に行けなくても、お花や電報や香典の手配をクレジットカードでできたり、
さらにはライブ配信の葬式に参加することもできるようになりました。これらを通して大量の転記から解放されて、スマホの中で管理できるようになって、かつ全文検索などで活用もできるようになったという事例です。こうした取り組みを通して週休3日制が定着しまして、有給休暇の消化率も 100%、現在当社の 30% 以上のスタッフはですね、自由出勤ということで、テレワークで自宅やカフェなどどこにいてもいいよというような働き方になってきています。葬祭業ではかなり稀なケースかなというふうに思われます。おかげさまで信州ベンチャーサミットと信州アクセラレーションプログラムで最優秀賞グランプリをいただきまして2冠を達成。現在では様々な場所で我々のビジネスを評価いただきまして、経済産業省関東経済産業局様や東京都様などからもご支援をいただきながら事業成長に努めています。私たちは現在進行形でクラウドの活用を進めまして、低価格を無理なく継続できる経営を今後も続けていきたいと考えています。我々翼公益社はお葬式のお金の痛みをなくすということに全力を傾けて、これからも取り組んでいきたいと考えています。以上、翼公益社でした。篠原さん、ありがとうございました。スマホ一台でというところも非常にポイントが高いですし、メディアでも多く取り上げられている株式会社翼公益社さんですよね。 DX で有給3日ですか。その部分が非常に私の中では大きく広がってまいりました。やはりそういう2社員の方の、利益というのも非常に大切ですよね。ありがとうございました。篠原さんでした。それではラスト一社になりますでしょうか。とうとう最後になってきました。全国中小企業クラウド実践大賞最後のプレゼンテーションです。クラウド活用で業務改善を続け、見えてきたあるべき姿と題して、東北総合通信局長賞を獲得した東北コピー販売株式会社代表取締役高橋様に発表していただきます。それではよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。東北コピー販売の高橋と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。話に入る前に簡単に会社紹介をさせてください。福島県福島市に本社がございます。郡山に拠点がございまして、福島県全域を対応しております。主な業務としては、社名の通りコピー機、画像機器の販売をメインとして行っております。今期で42期目を迎えました。さて、弊社は2015年からクラウドの利用を始めております。ほぼ毎年と言っていいほど何かしらのクラウド製品の導入をしております。本年も3つの製品の運用を始めました。これが導入している主要製品、またメーカーになります。プラグインなどうまく活用をしながら、社内業務はほぼクラウド上で完結するようになりました。クラウド導入当時はここにある3点。そして何より書類だらけで大変な業務をしている社員の仕事を楽にする、楽にしてあげたい、これが最優先事項でした。そのためにクラウドを活用するわけですから、もちろん使うことが大前提になります。どうしたら入力利用するようになってくれるか、弊社では導入当初、重要な顧客情報などは各部門に入力させる内容を分け、役割分担を明確にしました。誰かがやらないとみんなが困る、
協調協力が不可欠です。クラウドシステムで作るチームワークっていったところでしょうか。そして、業務がある程度楽になった視点で何が変わったのか考えてみました。かっこよく言えば DX。ただ、デジタルではなくて、私たちがやったのはドキュメントトランスフォーメーションなのかなと思います。どこを変えれば業務が楽になるのか。紙媒体を電子化することでもたらされる情報の利活用、そして無駄はどこか。最初から紙に出さないことによるコストの削減。こういったことを徹底して実行してきた結果が、業務のペーパーレス化にもつながったというふうに思いますし、業務フローが明確になったため、この業務改善活動のスピードもぐっと上がりました。今までのこの過程があり、クラウド活用でここまで構築することができました。顧客管理システム、見込み管理システム、お客様に紐づいた商品の在庫管理まで、弊社独自の SFA、CRM に仕上がりつつあります。ここまでで感じることは、クラウドは今できなくても数ヶ月後には機能追加などでできるようになる可能性があること、自分たちの実現したいことをまとめ上げておくことが大事だなというふうに感じました。最初から 100% の完成形を求めずに、導入を先送りせず、スモールスタートの積み重ねが結果的に業務改善の近道となりました。この業務改善の活動がどんどん進むにつれて、売上も伸びて、コストも下がりました。そして社員の残業代も減っていくと。社員も楽になったかなというふうに思います。話では聞いているといいことずくめなんですが、実はそうでもないなと。その理由は2つです。1つ目、新入社員や中途で入ったメンバーは、この状態が当たり前になるということです。どんな課題があって、どう解決してきたかは、もちろんわかるわけがありません。逆にシステムが構築されている分、自分がどの仕事をしているかというのが見えづらくなっていました。直接関係ありませんが、この今までの活動をまとめるのに、クラウド実践対象に参加させていただき、大変いい機会をいただいたなというふうに思っています。もう一つは、自分たち自社に対するこの改善活動が自分たちだけに向いていたことかなというふうに思います。何のためにクラウドを導入して情報共有をしているのか、またなぜ社員に情報共有を求めるのか。私たちは販売業です。お客様のためにが欠けていました。お客様のために何ができるのかを考えて実行することと、自分たちの改善活動がマッチすれば、お客様、社員が共感できると考えました。そこで導入に至ったのがこの CTI システムです。CTI システムは、お客様からお電話をいただいた際のすぐにお客様情報が確認をできるお客様対応のスピードアップ、そこから生じる満足度向上。もちろん弊社もこういったところを狙って導入をしたわけなんですが、それにプラスをしてお客様との会話の音声を録音をしています。どんな会話だったのか、ちゃんとコミュニケーションが取れているのかという観点ではなく、音声をテキスト化してお客様の声を蓄積していくこと。これで
お客様を知るではなく、ある意味自動的にお客様を知れるなっていうふうに思いました。まだテスト段階ではありますけれども、テキスト化された情報からニーズやお困りごとをキャッチして、今までの情報にプラスすることと、私たちが今まで培ってきた自社の業務改善のノウハウを組み合わせられれば、新たな提案、サービス、価値を提供できるんじゃないか、そういうふうに私は確信をしています。今までは、機器の導入というところ、導入した後のお客様満足度というところに注視をしていました。これからはお客様の情報をお客様のためにどうやって活用していくか、カスタマーサクセスの取り組みが重要になるだろうと、そういうふうに思っています。弊社の行動指針には、挑戦、チャレンジというものがあります。もちろん社員に挑戦し続ける人材であってほしいということなんですが、まずは会社自体が挑戦をし続けているということを体現して、その熱意がお客様にも伝わる、そんな仕事をしていきたいと思っています。常に変化し、成長するためにチャレンジをし続ける。これがクラウド活用で業務改善を続け、見えてきた私たちのあるべき姿です。最後になりますが、仕事が楽しい、仕事を楽しく、関わるすべての皆さんがハッピーになること。これを実現のために仕事に邁進していきたいと、そういうふうに思っております。拙い話になりましたが、これで終わらせていただきます。ご清聴いただき誠にありがとうございました。高橋さん、ありがとうございました。もう何のためにから始まった DX なんですね。東北コピー販売株式会社さんは、DX のウェビナー開催もされているそうです。働きやすくてかっこいいオフィスを目指していらして、社内はペーパーレス化が進んでいます。そして DX 化は OX、Our Company Experience から CX、カスタマーエクスペリエンスへと、非常に、ね、DX に対して前向きな会社でいらっしゃるようです。さあ、東北を背負っていらっしゃるんではないかなと思います。さあ、以上すべてのプレゼンテーションが終了いたしました。登壇してくださった皆様、本当に本当にお疲れ様でした。それではここから審査に入ります。また、休憩を取らせていただきたいと思いますので、15時35分から開始いたします。15時35分に戻ってきてください。お疲れ様でした。
皆様お待たせいたしました。もう本当にどの企業も皆様本当に素晴らしくて、審査も白熱したようなんですが、たった今決定いたしました。それではただいまより審査結果の発表並びに表彰式を執り行います。まずはじめに審査員特別賞を発表いたします。審査員特別賞は、画面出ますか？志賀さん、先にコメントが入ります。コメントが先に入ります。はい、では、高島様より皆様へのコメントです。あ、大変失礼いたしました。こちらですね。はい、ではまずはじめに審査会審査員である高島様よりご挨拶申し上げます。失礼いたしました。高島様、よろしくお願いいたします。はい。ただいま紹介された高島です。プレゼンされた皆様、本当にお疲れ様でした。さすが地方大会を勝ち抜いてこられた皆様の動画によるプレゼンでしたが、それぞれの企業の特性に沿った内容で、大変素晴らしかったと思います。特に今年は、現場ニーズに即したものが大変多く、そして、現場の皆さんは思ったよりでございますが、経営者自らがクラウドサービスを活用し、自分たちが使いやすいシステムを構築して、着実に成果を上げておられるものが多かったと思います。また、クラウドサービスの特徴である、いつでもどこでもをベースに、テレワーク、非対面でのビジネス形態等も多く見られました。多様な活用方法が紹介され、多くの中小企業に参考になるものだったと思います。たった今、審査が終わりました。改めて各省の発表の前に、冒頭にも簡単に紹介されましたが、この実践対象での審査の5つの視点について紹介したいと思います。1番目が有用性です。有用性においては、クラウドサービスが企業の業務効率化や売上拡大、働き方改革に活用しているかの視点です。次いで浸透度です。どのくらいの期間、従業員数、顧客がそのツールを使っているのか、など使い込んでいるかの視点です。そして、この2つの審査では、いずれも経営者自らが計画心に向けて積極的に業務にクラウドサービスを取り入れて活動しているかという視点も加味してございます。3つ目は意義です。ビジネスや SDGs の観点から社会的意義のある事例になっているかという視点です。4つ目は展開性です。展開性ではクラウドサービス実践事例が他の中小企業が取り入れやすく横展開ができるような事例になっているかという視点です。そして5つ目がプレゼンテーションの熱意です。公開プレゼンテーションにおいて運用している事例を自信を持って誇れるかという視点です。実践対象に参加された皆様には、今後クラウド導入のメリットなどを広く中小企業に発信してもらうことが期待されます。そのための熱意として、自らの取り組みを自信を持って説明することができているかという視点です。これから5つの視点で審査した各省の発表を行います。どの実践事例についても大変素晴らしい内容であり、審査員流せの大変難しい審査となりました。これから発表されるわけでございますが、各省に関わらず、受賞者の皆様には、これらを一つのきっかけとして、クラウド活用により、さらなる皆様の企業の業績向上、持続的経営につながることを期待しております。と同時に、この素晴らしい事例を多くの中小企業の皆様へ広く示し、中小企業のクラウド導入促進に寄与していただけることを期待しております。どうもありがとうございました。高島様、ありがとうございました。さあ、そ
それでは発表に移りましょうか。まずは審査員特別賞を発表いたします。千葉化成株式会社さんです。おめでとうございます。さあでは美馬さん、カメラとマイクをオンにしてください。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。おめでとうございます。プレゼンターはクラウド実践大賞実行委員会審査委員長の高島様です。高島様、カメラもありがとうございます。ミュート解除でお願いしております。それでは賞状が、はい、準備できましたら高島様よろしくお願いいたします。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。審査員特別賞、千葉化成株式会社殿、あなたは全国中小企業クラウド実践大賞全国大会において優れたクラウド活用事例を発表され、当初の成績を収められました。よってここにその功績を称え表彰いたします。令和3年12月10日クラウド実践大賞実行委員会委員長三友仁志代読高島、おめでとうございます。おめでとうございます。どうもありがとうございます。さあでは記念撮影を行います。笑顔のご準備よろしいですか？はい、はい、では表彰状と一緒にまずは5秒お待ちください。数えますね。いきますよ。 1,2,3,4,5。 はい、ありがとうございます。続きましては症状なしのバージョンで撮影いたします。お二人での撮影です。同じように笑顔でお願いします。いきますね、はい、1,2,3,4,5。 はい、ありがとうございました。千葉化成株式会社さん、本当におめでとうございます。高島さん、美馬さん、カメラオフ、そしてミュートでお願いいたします。さあいいですね。トップバッターでもう高揚していらっしゃるでしょうか。それでは続いてまいりましょう。日本デジタルトランスフォーメーション推進協会賞を発表いたします。総合電業株式会社さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあでは、今野様、はい、おめでとうございます。マイクをオンにお願いします。プレゼンターは一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会森戸代表理事です。森戸代表理事、カメラオン、はい、ありがとうございます。ミュート解除でお願いいたします。それでは賞状の準備ができましたので森戸代表理事よろしくお願いいたします。はい、表彰状、日本デジタルトランスフォーメーション推進協会賞、総合電業株式会社殿、記者の、クラウド活用者取り組みは全国中小企業クラウド実践大賞全国大会において中小企業のデジタル変革推進の優れた取り組みとして認められました。ここにその功績を称え表彰いたします。令和3年12月10日一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会代表理事、森戸雄一、おめでとうございます。ありがとうございます。では写真撮りますので、そのままこの線笑顔でお願いしますね。5秒お待ちください。 1,2,3,4,5。 はい、ありがとうございます。続きましては症状なしのバージョンでも撮ります。森戸さんも笑顔でお願いしますね。いきますよ。1,2,3,4,5。ありがとうございました。近野さん、本当におめでとうございます。ちゃちゃめちゃくちゃ喜んでるんではないでしょうかね。ありがとうございます。さあ、森戸さん、近野さん、カメラオフ、ミュートにお願いいたします。いいですね。こう一緒に頑張ってきた仲間の笑顔を見るっていうのも本当に幸せな瞬間ですね。さあ、では続いてまいりましょう。
クラウドサービス推進機構理事長賞を発表いたします。株式会社のとじまマリンリゾートさんです。おめでとうございます。さあでは坂下さん、カメラとマイクをオンにしてください。カメラもオンでお願いできますか。はい、はい、あ、おめでとうございます。今日もやはり後ろには映ってらっしゃいますね、はい、海がね、背景の写真じゃないんですよね、はい、リアルの海ですね。本当におめでとうございます。おめでとうございます。プレゼンターはクラウドサービス推進機構松島理事長です。それでは松島理事長、ミュートの解除でお願いいたします。はい、では表彰状よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。表彰状、クラウドサービス推進機構理事長賞、株式会社のとじまマリンリゾート殿。記者のクラウドサービス実践事例は、全国中小企業クラウド実践大賞全国大会において、中小企業の視点で安心かつ効果的なビジネス活用を促進する優れた取り組みとして認められました。本日の功績を称え表彰いたします。令和3年12月10日、一般社団法人クラウドサービス推進機構理事長松島啓司、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、もう喜びいっぱいの笑顔で写真撮影に行きましょう。では表彰状ありのバージョンでいきます。5秒お待ちください。 1,2,3,4,5。 はい、ありがとうございます。続いては賞状なしです。さらに笑顔でお願いします。5秒です。1,2,3,4,5。 はい、ありがとうございました。株式会社とじまマリンリゾートさん、本当におめでとうございます。ありがとうございます。もう地方大会から今大会でもすでに DX が進んでいる映像を拝見しました。本当におめでとうございます。ありがとうございます。さあでは松下さん、坂下さん、カメラオフ、ミュートにお願いいたします。はい、まあね、本当にお一人お一人に喜びの声を聞きたいところですが、続いて、もう皆さんもやきもきしていると思いますので進めてまいりましょう。それではクラウド活用地域 ICT 投資促進協議会理事長賞を発表いたします。株式会社太陽都市クリーナーさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。森山さん、はい、おめでとうございます、はい、もう想像されていましたでしょうかね。笑顔で来てくださってありがとうございます。プレゼンターはクラウド活用地域 ICT 投資促進協議会伊藤副理事長です。伊藤副理事長、ミュート解除でお願いいたします。はい、表彰状できました。よろしくお願いします。ティッシュ1枚持ってきて、そこにある iPad のとこ。表彰状、クラウド活用地域 ICT 投資促進協議会理事長賞、株式会社太陽都市クリーナー殿。記者のクラウドサービス実践事例は、全国中小企業クラウド実践大賞全国大会において、中小企業の生産性収益性の向上及び地方創生に資する優れた取り組みとして認められました。そこにこの功績を称え表彰いたします。令和3年12月10日、一般社団法人クラウド活用地域 ICT 投資促進協議会理事長、伊藤仁志代読伊藤でございました。おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね。ではお写真撮りましょう。皆さん本当に笑顔でお願いいたします。5秒です。数えます。 1,2,3,4,5。 ありがとうございます。次に賞状なしのバージョンで撮影です。引き続き笑顔お願いします。 1,2,3,4,5。 はい、ありがとうございます。
森山さん、本当におめでとうございました。ありがとうございました。では伊藤福井理事長、そして森山さん、カメラオフミュートでお願いいたします。さあ、皆さんの今の気持ちはどんな感じでしょうか。受け取った方はホッとする、あるいはこれからという方はね、まだまだ期待が残ってますね。残しますのは全国中小企業団体中央会会長賞、全国商工会連合会会長賞、日本商工会議所、失礼しました、日本商工会議所会頭賞、総務大臣賞の4つになりました。では続きまして、全国中小企業団体中央会会長賞の発表です。NPO 法人ニーサ子育てネットワークさんです。おめでとうございます。うわ、おめでとうございます。坂本さん、カメラとマイクオンでお願いいたします。ありがとうございます。プレゼンターは全国中小企業団体中央会常務理事及川様です。及川理事、ミュートの会社でお願いいたします。はい、賞状もいただきました。よろしくお願いいたします。はい、表彰状、全国中小企業団体中央会会長賞、 NPO 法人ニーザ子育てネットワーク殿、非団体のクラウドサービス実践事例は全国中小企業クラウド実践対象全国大会において、デジタル技術を活用して中小企業が抱えるさまざまな課題を克服する優れた取り組みとして認められました。ここにこの功績を称え表彰いたします。令和3年12月10日、全国中小企業団体中央会会長森博氏、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では、ね、一言伺いたいところですが、まずは記念写真撮りましょう。5秒数えます。1、2、3、4、5。もう飛び切りの笑顔でお願いしますね。続いては表彰状なしでいきましょう。5秒です。1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。坂本さん、おめでとうございました。相川理事、そして坂本さん、カメラオフミュートでお願いいたします。本当にもう皆様 の一生懸命の後ですから、一言一言聞きたいんですが、お時間の関係で、ぜひ皆さんブログとか会社のホームページとか書いてください。私は後から見に行きたいと思います。さあ、続きまして、全国商工会連合会会長賞の発表です。おめでとうございます。株式会社ムラネットワークさんです。おめでとうございます。さあ、では大噂はカメラとマイクオンで、マイクもオンでお願いします。プレゼンターは全国商工会連合会事務局長小野様です。小野様、ミュートの会社でお願いいたします。はい、表彰状が、はい、おめでとうございます。全国商工会連合会会長賞、株式会社ムラネットワーク殿、記者のクラウドサービス実践事例は全国中小企業クラウド実践対象全国大会において、デジタル技術を活用して経営力を強化する優れた取り組みと認められました。ここにその功績を称え表彰いたします。令和3年12月10日、全国商工会連合会会長森喜久代読でございます。ありがとうございます。それでは写真撮影させていただきたいと思いますので、そのまま5秒お待ちください。いきます。1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。では次は賞状なしでしたいと思います。ありがとうございます。それでは
きたいと思います。1、2、3、4、5、はい、ありがとうございます。それではカメラのオフと、ミュートをお願いいたします。少々お待ちください。皆様、大変長らくお待たせいたしました。続きまして、日本商工会議所回答賞を発表いたします。おめでとうございます。日本商工会議所回答賞は、株式会社翼公益社様です。おめでとうございます。では、篠原様、カメラとマイクオンにお願いいたします。プレゼンターは日本商工会議所理事事務局長新井様です。新井事務局長、カメラをオン、ミュートの解除お願いいたします。おめでとうございます。表彰状、日本商工会議所回答賞、株式会社翼公益社殿。記者は全社を挙げてクラウドの活用に取り組み、情報の共有や事務の効率化を実現されました。さらに生産性を向上し、事業の改善発展につなげたその功績は誠に顕著なものがあります。ここにその功績を称え表彰いたします。令和年12月10日日本商工会議所回答、三村明夫代読でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここで記念撮影を行います。このまま5秒ほどお待ちください。1、2、3、4、5、ありがとうございます。次に症状なしのバージョンで撮影いたします。1、2、3、4、5、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。では、翼公益社様、コメントを一言お願いできますでしょうか。あ、はい、大変光栄です。なんと言いますか、より磨きをかけてですね、地域にも貢献できるように努めてまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。ではお二人ともマイクとカメラのオフお願いいたします。
皆様大変長らくお待たせいたしました。それでは大変失礼いたしました。いよいよ総務大臣賞の発表です。総務大臣賞は総務大臣賞は常善建設株式会社様です。和田様、カメラとマイクオンにお願いいたします。ありがとうございます。プレゼンターは総務省情報流通行政局デジタル企業行動室室長藤井様です。藤井様、カメラをオン、ミュートの解除お願いいたします。それでは賞状の準備ができましたので藤井様よろしくお願いいたします。表彰状、総務大臣賞常善建設株式会社殿、記者のクラウドサービス実践による収益力向上と経営効率化に向けた取り組みは、クラウド実践大賞実行委員会主催全国中小企業クラウド実践大賞全国大会において審査の結果、クラウドサービスの有用性、浸透度、意義、展開性の観点から優秀なものと認められました。よってここに全国に範たる事例として表彰いたします。令和3年12月10日、総務大臣金子康氏、代読でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。藤川、戻ってまいりました。私が一番 DX が必要なので、本当に大変失礼いたしました。さあ、では写真撮影からまいりましょう。それでは、5秒数えますので、笑顔でお願いいたします。1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。続いてはお二人だけの笑顔での撮影になります。いきましょう。1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。常善建設株式会社さん、本当におめでとうございます。では一言マイクを外していただいてお願いできますでしょうか。一言お願いします。この度は、このような素晴らしい賞をいただけたこと、本当に感謝しております。ありがとうございます。まあ、これも、経営者の思い、社員の思いがみんな一つになって成し遂げられた結果だと思います。協力していただけた、方々で本当に感謝の言葉しかございません。今後とも、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。総務大臣賞を獲得された常善建設株式会社さんには賞状とトロフィーが贈られます。後ほど届きますので、どうぞ楽しみにされていてください。さあ、では、藤井様、和田様、カメラミュート、オフミュート、ありがとうございます。それではここで金子康氏総務大臣よりご挨拶を頂戴いたします。総務大臣の金子康氏です。本日は日本商工会議所の三村会頭のほか、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会など関係団体の皆様、主催団体の事務局である一般社団法人クラウド活用地域 ICT 投資促進協議会の三友理事長にご尽力いただき、全国中小企業クラウド実践大賞全国大会が無事開催されましたこと、心よりお祝い申し上げます。そして先ほど総務大臣賞、日本商工会議所回答賞など各賞を受賞された皆様、誠におめでとうございます。全国中小企業クラウド実践大賞は、
地域経済の屋台骨である中小企業が身近なクラウド導入の成功事例を発信することにより、他の中小企業への導入を促進することを目的に創設されたと伺っております。本日発表があった先進的な事例は、生産性の向上や働き方改革など、さまざまな観点から多くの中小企業にとって参考となるものと確信しております。総務省においては、岸田内閣の最重要施策の一つであるデジタル田園都市国家構想を推進するため、私を本部長とする総務省デジタル田園都市国家構想推進本部を設置し、活力ある地域づくりに向けて全力で取り組んでおります。この構想を現実のものとするため、地域に根ざして頑張っておられる中小企業の皆様との連携を一層強化していくとともに、クラウドの普及促進に向けた施策を積極的に推進してまいります。結びに、大会関係者の皆様、オンラインで参加されている皆様のご健勝、ご活躍を記念しまして、私からのご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。金子康史総務大臣のご挨拶でした。続きまして、日本商工会議所三村会頭よりご挨拶申し上げます。日本商工会議所会頭の三村です。主催者の一員である日商を代表して、一言ご挨拶を申し上げます。まず、受賞された皆様、本日は誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。さて、新型コロナウイルスの感染拡大がようやく落ち着き、日常生活回復への動きが加速しております。政府からは、成長と分配の好循環の実現に向けた新たな経済対策が示されました。分配には付加価値の拡大が不可欠であり、その鍵を握るのは中小企業の生産性向上です。サプライチェーンを支え、地域経済をリードする中小企業がデジタル化によって生産性を高めていくことは、日本全体の生産性を高め、持続的な経済成長につなげていく上で非常に重要です。コロナ禍は多くの中小企業に深刻な影響を及ぼしましたが、これを契機にオンライン会議やテレワーク、e コマースの活用が大幅に増え、経営者がデジタル化の有用性を実感する機会になりました。商工会議所としても EC を活用した販路拡大やクラウド会計導入による業務効率化をはじめ、中小企業のデジタル化支援に力を入れております。これらオンライン会議、EC などを支えているのがクラウドサービスです。本日の発表にもありましたように、コストがあまりかからないクラウドサービスによって、勤怠管理やスケジュール調整など、さまざまなデータの管理や活用もできます。また、デジタル化は経営課題を解決するための手段です。本日は、仕事の属人化の解消、固定費の削減などの経営課題を解決した事例が発表されましたが、こうした事例がモデルとなり、さらに優れた新たな取り組みが日本各地で続々と生まれることを期待しております。そのためには、このクラウド実践対象の認知度をさらに高め、活動の裾野を全国に広げていくことが必要です。日商としても、全国122万会員に向け、機関誌やホームページを通じて積極的に発信してまいります。本日の大会を契機に、中小企業が厳しい状況を乗り越え、自らを変革しながら、さらに力強く成長することを記念して、私の挨拶といたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
日本商工会議所三村会頭のご挨拶でした。続きまして全国商工会連合会森会長よりご挨拶です。全国商工会連合会会長の森義久です。本日全国中小企業クラウド実践大賞全国大会が各も盛大に開催されましたことに心よりお喜びを申し上げます。私ども商工会は地域の商工業者を会員とする総合経済団体であり、会員数は約80万事業者、主に地方部に1648箇所の拠点を有する組織です。主な業務としては地域振興事業や小規模事業者の経営支援を実施しております。昨今のコロナ禍の状況においては、事業実施にあたってクラウドサービスなどの活用がますます欠かせないものとなってきておりますが、私どもの商工会地域においては限られた経営資源で事業を営んでいる小規模事業者の割合が高く、活用が十分に進んでいるとは言い難い状況です。本大会ではクラウドサービスの活用により新たな価値を創出した実践事例について発表いただきました。本大会の事例を商工会組織においても共有し、経営資源が限られている中小企業小規模事業者だからこそクラウドサービスを活用し、生産性向上や業務効率化に取り組む事業者が増えていくことを望んでおります。本日の大会を契機として、今後ますますクラウドサービスの普及活用が広がっていくことを記念いたしまして、ご挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。全国商工会連合会森会長のご挨拶でした。続きまして、全国中小企業団体中央会森会長よりご挨拶です。本日は全国中小企業クラウド実践大賞全国大会が開催されましたこと、心よりご喜び申し上げるとともに、受賞された皆様にお祝いを申し上げます。中小企業をめぐる景況マインドは改善の傾向が見られるものの、エネルギー、原材料価格の高騰、自動産業を中心とする部品不足、最低賃金引き上げに伴う人件費の負担増、コロナ感染症第6波やオミクロン型の感染拡大の懸念もあり、多くの中小企業は依然として厳しい経営環境下に置かれており、先行きの不透明感に不安を感じながら事業を継続しております。このような状況下で、先ほど決定された新経済対策では、中小企業に対し事業復活支援金や IT 補助金、事業再構築補助金等約 3.9 兆円の支援措置が講じられております。私どもはこれらの対策を皆様のところに一刻も早くお届けし、ご活用いただけるよう政府に働きかけを行っているところです。他方、コロナ禍では多くの企業でリモートワーク等のデジタル化の進展が見られ、クラウドサービスの重要性が一層高まってきました。従来は大規模な投資が必要であった基幹システムの構築につきましても、クラウドサービスの充実により必要な時に必要なサービスを利用するという動きが広がっているなど、従来の経営の常識が急速に変わりつつあると考えております。デジタル化やクラウドの活用によって従来の経営のやり方を変えることにより、生産性の向上や新しいビジネスの実現が期待されておりますが、中小企業は IT 導入に関するサポートが必要な方々が多く、特に小規模事業者からは環境整備のための設備購入やソフトの実装、セキュリティ対策の構築、教育研修の充実などの支援を望む声も多く、データ化の実装には課題が多く存在をしております。これらの課題に一つ一つ向き合って解決していくことが必要ですが、中小企業のデジタル対応を進める上では、デジタル化によって経営課題を克服し、
新しい事業を展開している先進事例を学ぶことも重要であると考えております。全国中央会では本日のクラウドサービスの実践事例を参考にして企業間連携等による付加価値化を図るため47都道府県中央会とともにデジタル化を推進してまいりたいと考えています。結びに本日ご参加の皆様のご活躍とご健勝を記念申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。全国中小企業団体中央会森会長よりご挨拶いただきました。さあ、本日この長時間ご覧くださった皆様ありがとうございました。そして登壇なさった皆さん本当にお疲れ様でした。YouTube 総勢約200名ほどの方が見てくださったそうです。あとはご紹介しきれてないんですが、チャットもたくさん届いていたそうです。メッセージありがとうございます。さあ、地方大会が10月にあって全国大会が12月ということで、準備期間も短くて皆様本当に日頃の業務の中で大変だったのではなかったかなと思います。本当にお疲れ様でした。そして受賞なさった皆様方おめでとうございます。それでは以上をもちまして、全国中小企業クラウド実践大賞全国大会を結びといたします。出場された皆様改めまして本当にお疲れ様でした。さあ、それぞれの企業の素晴らしい発表を参考にしていただいて、ぜひクラウドサービスを活用し、より新しいビジネスにお役立ていただければ幸いです。そして皆様に結びの前に一つだけお願いがあります。今後の改正に向け、ぜひ皆様の忌憚のないご意見がいただきたいです。アンケートのご協力もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは以上になります。また次回お目にかかりたいと思います。皆様本当にありがとうございました。